僕らの国会。最後になりますが、私は司会をいたします青山茂春事務所の井出口太です。長崎県の五島市の出身です。今日はよろしくお願いします。それではお待たせしました、参議院議員青山茂春の入場です。大きな拍手でお迎えください。皆さん、こんにちは。感染症対策のパネルがありますが、今日も感染症対策に気をつけながらではありますが、今までなかった若い人やあるいは乳幼児にまで広がっている側面がありますので、国の宝ですから、やはりそこは慎重にいたしたいと思っています。まずはこの梅雨が明けたみたいな、素晴らしい晴れた一日にここに足を運んでいただいて、皆さん改めてありがとうございます。あんまり、舞台の上でっていう高いところから話しするよりも、僕は6年前に、覚悟を決めて国会議員になりましたけど、私の目線自体はもう今もこうです。皆さんと同じですから、できるだけもう一回言いますが、感染症対策に気をつけながらにじり寄って話そうかなと。僕は検査ちゃんと受けてますし、PCR 検査を受けて感染してないってことは、何度も確認してます。それから、ワクチンも3回打ってますので、皆さんに感染させるリスクはありません。はい、で今日はですね、ちょっとお客さんが結構来てらして、ちょっとアンチョコじゃなくて名刺見ながらですね、紹介したいんですが、まず、自由民主党長崎県連の女性初の総務会長でいらっしゃる郷真奈美さん、ちょっと一番後ろに座っていらっしゃいます。それから自由民主党長崎県連の政調会長の宅島俊一さん、はい、宅島さんです。さっき五島列島出身の私の政策秘書の井出口太から、皆さんに五島出身ですよって話ありましたけど、宅島さんはかつての虎島代議士の下で、この井出口今の秘書と一緒にインターンじゃないですか、当時もうちょっと偉かった、いずれにしろ同じ事務所にいらっしゃったそうです。はい、それから長崎県議会議員の清川久義先生、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それから、おそらくは6月22日に公示になって、次の参議院選挙はですね、で翌日の6月23日からもう期日前投票が始まって、7月10日に最後の投開票になると。でその参議院選挙に僕は1期6年で辞めるつもりでおりましたけれども、今日今から明日の朝5時までに、これ一応笑う場面なんですよね、はいはい、5時までにはなぜもう一回立たざるを得なくなったかってお話はありのままにいたしたいと思います。で前回私は全国比例でしたが、今回もそうです。ということはこの長崎で、
この地元の選挙区からお出になる方がいらっしゃいます。ご紹介すると山本圭介さんです。あ、ここにいらっしゃいました。はいはい。なんとこの山本圭介さんも、この長崎選挙区からお出になる山本圭介さんも、虎島事務所に井出口太秘書と同時期にいらっしゃったということだそうです。はい。なんとなく井出口秘書の2倍ぐらいありそうな感じですが、はい、体もでかいけど心も広い方だと僕は思いますので、僕は 6月22日の公示前には一切選挙運動しないんですが、だから自分のことは言いませんが、山本さんのことはよろしくお願いしますね。はいはい、ありがとうございます。それからまあ今日のスターの一人は、てかスターはやっぱり井出口太だと思うんですが、その関連で後藤市長の野口一太郎さんがお見えだと。はい、ありがとうございます。はい。それから後藤市議会の議長の、木口でよろしいんですか、木口俊光さんもお見えです。はい。最後に、大村市議会議員の野島慎吾さん。はい、ありがとうございます。はい、今日はあくまで、私の個人的な、まあ、講演会というか皆さんとの対話の会で、僕らの国会シリーズですけれど、お客さんは日本共産党だろうが何だろうが大関係ですので、ついでに言うと長崎は中国とのご縁が深いので、中国共産党も別に来てもらっても結構です。はい。で、いきなり本題に今中国のこと言いましたけど入ろうと思いつつ、やっぱり長崎思い入れ強いんでちょっとだけ話しますとね、僕は神戸の生まれです。で、かつ坂本龍馬さんと心の中では高校時代からずっと一緒に生きてきましたので、この長崎は龍馬さんにとっても大事な場所でありますから、実はご存知の方いらっしゃるかもしれないけど、配偶者青山千春博士といいまして、日本の自前の海洋資源メタンハイドレートの、まあ、本当に言うと世界的権威に今なってますけど、その青山千春博士と2人でよく来てるんですよ。で、泊まるホテルもいつも同じで、長崎は僕にとって大事なところです。お世辞言いませんので。それから今日も街並み見てると、こう山の途中にね、家とか建物いっぱいありますよね。山腹に家がある、それ神戸とそっくりなんですよね。だから中華街あるのもそっくりだし、まあ、やっぱりよく似てるんですよね。長崎の方がはるかに歴史古いですけどね、神戸はまだ150年の歴史しかありませんけれど、まあ、そこの親近感も間違いなくあると思います。で、その上でやっぱり、今日はウクライナショック、ウクライナ戦争で、皆さんがやっぱり初めて気がついたことも、僭越な言い方ですけどあると思うんで、そこに、明日の朝5時までにちょっと笑い声を受けたかな、切り込んでいかざるを得ないんですよね。で、いきなりちょっと厳しい話で、さっきからどうしようかなと思ってたけど、やっぱり2時間しかないん で皆さんの質問を受けたいんで、あっという間ですから、もうズバリ申しますと、今日本の各地で中国の脅威に対して一番危ない土地の一つがここです。で、ウクライナ戦争でいろんなショックを受けておられると思います。専門家の僕ですらショックを受けるわけですから、ウクライナもロシアもよく知ってますけれど、ここまで赤ちゃんを狙ったり、あるいは今日女性の方いっぱいいらっしゃいますけど、妊娠されている女性を狙って虐殺するというのをロシア軍がここまでやるとは正直思わなかったです。で、いろんなつかみ取らなきゃいけない教訓があるんですけど、やっぱり一つは独裁主義の怖さです。ロシア人がみんな今のウクライナでやってることを支持していると思ってはいけないです。それは違います。独裁者に対して誰も注意する人がいなくなると、ただ単にウラジミール・プーチンさんっていう一人の独裁者がソ連帝国を復活させる野望を
実現したいと、そのためにどんなむごいこともできるということを一つは僕らは確実に汲み取らなきゃいけないです。この長崎と朝鮮半島あるいは中国大陸とのご縁というのはもう本当は紀元前からですよね。でさっき言いました通り、僕のふるさとの神戸の歴史とは比べ物にならないですね。もうゼロが一個違う話ですよね。でもその時のチャイナと今の習近平国家主席の元、プーチン大統領も利用している習近平さんの元の中国とは全く姿が違うってことを、一つは同じ同胞の長崎県民、今日は長崎の人だけじゃないですけど、やっぱり一緒に考えたいことの一つなんですよね。それからウクライナ戦争で耳慣れない言葉もお聞きになったと思うんですね。認知戦争っていうでしょ。認知っていう、まあ、普段あんまり使わない言葉ですけど、使うとしたら認知症ですよね。で認知症でいう認知と同じことなんですよ。あの国際社会で、まあ、国際語で言うとこれカグニッションって言うんですよ。カタカナで言うとコグニッション。この中に英語を勉強した人はもちろん多いですけど、聞いたことないでしょ。あの英語圏でも普段の社会生活はそんな使わないです。全然使わないわけじゃないですけど、このカグニッションウォーフェアって言いまして、認知戦争って言ってるんですよね。でこの言葉は僕はちょっと賛成しないんで、もっと分かりやすく言ったらいいと思うんですが、認知症っていうのは要は自分のお名前とか家族の関係とか分かんなくなって認識できなくなることですよね。頭がいわば違う情報で占められることを言うわけです。これはあくまでご病気ですが、認知戦争っていうのは要は間違った情報を植え込むことです。例えばウクライナの人々や軍のことをネオナチって必ずプーチン大統領言ってますけど、それは本当は1940年代、日本が戦争に負ける5年前の第二次世界大戦において、5年ぐらい前のですね、1940年代の前半、ヒトラーのナチスの軍隊が当時のソ連に攻めていった。でこれ独裁主義ですよね。でもソ連もスターリンの独裁主義だったわけです。独裁主義同士がぶつかり合って、たくさんの人が犠牲になる中で、その狭間にあったウクライナでドイツについてそのスターリンから逃れようとする人々と、やっぱりスターリンについてナチを跳ね返そうとした人たちと2つに分かれてしまったわけです。日本みたいに海が隔ててくれればいいけれども、ウクライナはそれ全くないので、したがって国内でどっちかに分かれてしまった。でその戦争の結果はスターリンが勝ったんですよね。本当は独裁者同士の戦いであって、民主主義と独裁主義の戦いではないんですよ、独ソ戦っていうのは。でもソ連って要は誇ることが2つしかないんですよ、ね、1つはちゃんぽんが美味しい。あ違うよ、それは長崎や、ね、実はさっき食べたんですよ。めちゃめちゃ美味しかったですよ。同時にちゃんぽんもすごく中国文化が、まあ、台湾ですけどね、主に店によっては入ってるわけですが、今のは冗談ですけど、戻すとソ連で誇るべき歴史というのは、まあ、僕はあのソ連ロシアに行っても行ってるんですよ、これを。だから時々怒鳴られたりしますけど、アメリカ行っても原爆は人体実験だったと言いますし、中国行ったら君らは滅ぶぞって言ってますし、ね、だからもう一回元戻すと、モスクワ行っても行ってきたのは2つしかないんですよ、本当に。ロシア人共通の誇りが、一つは誰よりも早く宇宙に行った、アメリカより早かった、ね、ガガーリンって名前覚えてます？レディーガガじゃないんですよ、はい、ガガーリン、地球は青かったっていうね、あの見事な言葉を残してもう亡くなりましたが、このアメリカ人より早く宇宙に行きましたというのが一つと、それからもう一つが、その前にヒトラーを打ち負かしたと。でヒトラーが凋落してナチのあのむごい政治が終わる最初のきっかけは、スターリンがサンクトペテルブルクで跳ね返したことがそのきっかけになったんです。で、したがってこのナッチを打ち負かしたという歴史しかないから、宇宙に行った話っていうのはもうね、過去のもんだから、だから何か都合悪いと相手をナッチと呼ぶんですよ。もしも北海道を含め北方領土を含め日本と何かことを構えたら、
必ず日本のことをネオナチって言いますよ、ね、その時必ず中国が一緒になって青山繁晴は軍国主義者だときっと言うでしょうね。もう言ってる気もしますけど、別にそんなのやしときゃいいんですけれども、だからこの認知戦争って話に戻していくと、ウクライナ人はナチなんだと、それはウクライナ人が聞いたらびっくりする話で、僕の知り合いも含めてですね。確かにあの時はナチについた勢力もいたけれども、しかしあの世界大戦が終わってもう77年経ってるんですよ。どこにナチがいるんですか。じゃあウクライナの人がユダヤ人を、ね、例えば虐殺したりしたんですか。そんな事実は全くないですよ。でついでにもう一個だけ、今日ウクライナの話しに来たんじゃないけど、あくまで長崎と日本の話をしに来たんですが、もう一個だけ言うとですね、今例えばドンバスっていうね、これ変な言葉でしょ、ロシア語とウクライナ語を無理にくっつけたんですけど、ドンバス地方ってロシアが勝手にウクライナの東の方を行ってて、その中に人民共和国2つ作ったって言ってるんですよね。これほっとけば近未来に沖縄人民共和国、鹿児島人民共和国、長崎とは言わないけれど、それをチャイナが作るきっかけになりかねないんですよ。つまり勝手に人の国に入って、そこに人民共和国なるものを作って、その住民が、まあ、ウクライナで言うとロシアの一部になりたがってるんだと、ね、中国で言ったら沖縄はもともと琉球であって沖縄じゃないということをずっと多額のお金を入れて、まさしく認知戦争、間違った情報を伝えることを世界中でやってます。今もしロシアの侵略が成功してしまうと、近未来に習近平国家主席が沖縄を抑え、その頭の上の鹿児島を抑え、本当はここまで言うべきじゃないかもしれないけど、つながりの深さで言ったら鹿児島県と長崎県比べるとはるかに長崎の方が中国に対して親近感強いです。今言いましたいい話ね、ちゃんぽんおいしいとか、あるいはペーロンね、お祭りもそうですし、まあ、精霊流しもそうですよね。中国文化がたくさん入ってて、中国に対してそんな警戒しないでいいだろうと、長崎はずっと中国と一緒に生きてきたんだと、意識が強くて当たり前だけど、問題はかつての中国、まあ、本当は東大の中国ですから、はるか昔ですけれど、東大の中国にそれを利用しようとする考えはなかったけれど、今は世界中がこれだけインターネットでつながれて情報が飛び交うようにもうなってますから、今は長崎が中国に対して親近感強いってことを間違いなく利用しようとしてます。最初に小手調べしたのが今から9年前、まさしく今日話題の五島列島の一番大事な港に中国の漁船106隻が詰めかけた、覚えてらっしゃるでしょ。9年前、9年前ですからおおむね皆さん生まれてますよ ね。だからあれもそういう時に日本国の反応だけではないっていうか、むしろ地元の長崎がどんな反応だったかっていうのを試す意味は非常にあったと、日本では話題なんだけど なりませんが、国際社会の安全保障や情報の世界ではもうすでに話題になってるわけですよ。あの時かなり五島の、五島列島のうちの秘書さんのふるさとの五島列島の漁民の方々が、まあ、びっくりされたわけですよね。漁船にして船が大きすぎる、だからいくらなんでも緊急避難って言って106隻がいきなり入ってくるのかと、五島を埋め尽くしてそこを拠点にして、長崎を拠点にして九州あるいは皇居城を乗っ取ろうとするんじゃないか、尖閣諸島だけじゃなくて尖閣よりはるかに北の五島列島でこういう動きに出たんじゃないかというふうにかなり反応されました。その意味は非常にあったわけです。だからそこからある意味9年間比較的静かに来たように見えます。でも実際は情報戦、さっきの話で言うと認知戦、人に無意識に近いぐらい深い情報を入れていく、日々入れていく、それはもっともっと深くなってるってことを長崎のこの現場の皆さんです、好むと好まざるとにかかわらずもう巻き込まれていることは間違いがないので、この自由民主党の長崎県連にも僕はお願いしたいし、この自由民主党から出てる国会議員にも、まあ、直接話をしている。したがってロシアの関係でいうと北海道がこうすごく危ない地域みたいに言われますけど、
実際ロシアは北海道に来たりしません。これ専門家として僕なりに断言します。評論家やコメンテーターがテレビで的なことをおっしゃってますが、プーチンさんの野望はソ連帝国の復活なんで、北海道がソ連の一部だったことあるんですか？北海道本体があったこと、ソ連の一部だったことはありません。したがってそうじゃなくて、プーチンさんの下で北方領土が返ってくることはないんですよ。それはソ連が戦争終わったから北方領土を侵略して自分のものにしたので、したがって安倍総理と僕は個人的に仲がいいし、意見が合うところありますが、違うところいっぱいあります。消費増税反対です。僕は消費税下げるべきです。習近平国家主席を国賓で呼んで私たちの天皇陛下と握手していただこうとしたのは安倍総理です。これ断固反対で実際に止まりました。私はまだ当選1回なんですが、自由民主党は面白い政党で、何も勧誘活動してないのに日本の尊厳と国益を守る会、派閥やない新しい議員集団74人いるんですよ。ちょっと感動してほしいんですけどね、どうもね、普通公園の前に僕はご飯食べないんですよ。原始人なんで、ご飯食べると美味しかった、消化しましょうに言っちゃうと頭空っぽになっちゃうから。でも長崎に来るとですね、ちゃんぽんの魅力に勝てずに、さっき生カラスミっていうね、生まれて初めてのものを郷県会議員に紹介されて食べてですね、いまだに美味しかったモードなんですよ。それが皆さんに伝播してて、なんとなく反応があんまりないけど、結構いきなり最初から本当は重大な話をしててですね、このウクライナ戦争とのつながりでいうと、もう一回北海道の話を戻すと、北方領土がプーチンさんと交渉して帰ってこないってことを安倍さんに言ってたわけです。でさっきの習近平国家主席の来日は守る会の反対によってこれ潰れたんですよ、ね、だチャイナは間違いなく早く僕が死ねばいいっていうか、早く殺したいなと。これ公開情報で動画撮ってるんですけど、そんなの普通に言いますよ。それは殺したい相手ですよ。ロシアは入国禁止になりましたが、なんか可愛い話じゃないですか、はい、殺したいリストに本当は入れたいのが中国共産党であることは間違いがないと思います、ね、でその上でですね、北海道も本当は脅威はロシアじゃないんです。もう一回言いますが、北方領土手放すことはない。安倍さんが国費つぎ込んでプーチンさんと交渉したのは間違いです。安倍さんにも何度も言ってるから。でも北海道の本当なる脅威っていうのはロシアじゃなくて中国です。北京五輪、この間冬季五輪あったでしょ。異常なオリンピックだと思いませんでした？真っ黒な山並み、ね、緑にも、まあ本当は緑と言うべきでしょうが、黒い山並みに北京の近郊の、そこに無理に人工雪を置いて無理に冬季五輪やりましたよね。これも独裁主義の怖さで、習近平国家主席が史上初めて同じ年で夏冬のオリンピックをやった、初めての人になりたかったから、全く雪が降らない北京に無理に雪を降らしたんですよ。で長崎も雪降らないところですから、ちょっと実感湧かないかもしれないけど、人工雪っていうのはもう欧州でもどんどん使ってるわけですよ。スイスやイタリアのような本来雪降るところでも気候がおかしくなって雪降らないから。でもですね、人工雪ってどうやって作るかご存知っていうか想像できますよね。僕は雪の降らない神戸生まれですが、元スキー選手なんですよ。だから骨折山のようにしました、無理をして。だから人工雪もよく経験してますが、あくまで水を凍らせて砕くだけですよ。水がないとできないんですよ。北京水がないんですよ。これは日本に暮らしてると信じられないことでしょうが、大きな大きな川がありますよね、揚子江とかね。でもほとんど使えない水なんですよ。で日本みたいに急峻な山を駆け下りてくる水だと、とっても清い水ですけど、中国のあの川の水はほとんど使えないです。したがって中国の最大関心地の一つが日本の水源地です。したがって北海道の土地を漁って買ってるのはロシアでもどこでもなくて、中国が漁って買ってるわけです。
でこれをなんとかしなきゃいけないってことを僕はこの1期6年の間に大きなテーマの一つにしました、ね、私は政治献金1円も受け取らない、政治金集めパーティーも開かない、支持団体全部お断り、後援会も作らない、後援会長も置かない、完全な自由な立場でやりますから、その立場で中国が日本の政党のどこに食い込むか、日本共産党、なアホな、こういう時だけ関西言葉になるんですけど、そんなわけないでしょ、食い込んでどうするんですか。日本共産党が法律作れるんですか。作れません。作れるのは基本的に自由民主党です。公明党も作れるわけじゃない、自由民主党の法案に賛否を言うだけです。だから当然中国のお金は自由民主党の中に使われるんですよ。だから自由民主党の中から変えなきゃダメだと言ってるんです。野党のせいにしちゃダメです。憲法改正できないのも立憲民主党や共産党のせいじゃない、自由民主党がやらないからです。だから守る会が、守る会を作ったし、最初3人から始まって何も勧誘してないのに74人になったっていうのは、自由民主党の中から変わりつつあるということです。話を続けますと、この中国、韓国、韓国は中国お金もらって後ろからついていく、今の韓国は新しい大統領になっても同じです。ムン・ジェイン大統領がいなくなっても朝鮮半島はこういう運命です。これを韓国に行ってもこんなでかい声で言ってるんですよ、ね、話を続けますと、したがってその中国の脅威っていうのは北海道の水源地の土地を買う、だからそこにまず法律で、日本は法治国家なので独裁者はいない、2600年の歴史で独裁者いたことがない、いかなる天皇陛下も独裁者でいらしたことはありません。金城陛下だけではなくて、昭和天皇だけではなくて、まあ、あえて申せば昭和天皇は日米の戦争に一番強く反対なさって出た方です。天皇陛下が独裁者だったら真珠湾攻撃はありえなかったわけです、ね、僕は真珠湾攻撃すべきじゃなかったという立場ですが、それはちょっと話広がりすぎるから今の話に戻していくとですね、独裁者によって大きく変わってしまうのが中国やロシアであって、そして北朝鮮まで合わせると日本の隣国は独裁主義の国ばっかりです。みんな核兵器持ってます、使える核兵器を。今まではアメリカが守ってくれるって話だったけど、ウクライナでアメリカ守ったんですか。武器を売ってくれるだけですよね。そうでしょう。だからそれを考えたらウクライナショックでみんなが目を覚ますのはとっても正しいことです。その中でも一番考えなきゃいけないのは、ウクライナでびっくりしたからといってロシアのせいにするんじゃなくて、独裁主義の怖さ、ね、そこをちゃんと見ると、むしろ脅威は中国であって、北海道についても北海道がロシアに近いから北海道ではロシアが危ないんじゃない、そうじゃなくて中国がすでにたくさん土地を買ってて、私たち守る会はとりあえずこれを食い止めるための最初の法律をもう通しました。ただしまだ水源地含まれてなくて、自衛隊の基地、長崎にもありますが自衛隊の基地の周りの土地を買うことはストップをかける、そこまでは来ましたが、あの法律も改正していって水源地も、あるいはこの長崎の文化も守るようにしなきゃいけないです。まだまだ道は長い。だからこそ僕は1期6年で辞めるつもりでしたけれども、もう一回出ざるを得ないと、ね、山本さんのあのでかい体で俺が長崎から出るからお前は全国で出ろとのしかかられて言われましたというのは嘘です。そんな事実はないです。さっき名刺もらったばっかりですから、ね、何でもありのままに申しますが、だんだん話は元に戻していくと、日本列島は東西に非常に長いから、長崎から北海道の話ってなかなかイメージしにくいところがあるんですが、地球儀の中では決して広い広い場所ではないです、ね、例えば、うん、まあ、ちょっと話は飛ぶけど、まあ、参考までに言うと、今フィンランドがとても話題になってるでしょ。中立をやめてロシアと向かい合うために NATO の中に入ると。フィンランドとロシアの国境どれぐらいの長さか、いかがですか、マイクを向けられて男性の場合答えられないと
虎狩りにします。はい、17キロ。なんでやん、17キロってここから空港くらいじゃないですか。はい、虎狩りです。はい、嘘です。はい、嘘ですが、もしよかったら散髪屋行って虎狩りになったら面白いですよね。虎狩りにしますと盛んに言ってて、この間散髪自分が行った時にですね、虎狩りって本当はどうやるんですかと聞いたら、本当に虎みたいにやるんですよと、剃るところ残すところやりますかって聞かれて、結構慌てて、いややめてくださいと。それなのに人に虎狩りって言ってますが、言ってる間にお考えになったかもしれないけど、東京大阪間のちょうど倍です、ね、1300キロ、東京大阪間がだいたい650キロですから、だからロシアとフィンランドの間の国境は東京大阪の倍あるわけですよね。でヨーロッパの地図なんとなく思い出してもらうと、フィンランドとロシアのその国境線がすごく長く見えますか。あの狭いヨーロッパ大陸でも大して長く見えないでしょ。そうすると中国のように、まあ、国境線が異常に長い国から見たら、日本ってのは手のひらに入るって感じが、これは僕が言ってんじゃなくて、実はアメリカ行った回数よりも中国行った回数の方が合計数では多いです。だから中国共産党、それから中国軍と、まあ、隣り合いの議論を長年やってきましたから、国会議員になったらそれはできないので、だから1期6年で辞めたかったっていうのもあるんですけど、話を戻すと、もう連中の話、あの昔は中国の偉い人って英語できなくて四苦八苦したんですよ。でも今はなんとアメリカの国防大学まで留学した中国の軍人もいますから、英語で直接話できます。そうするともう手のひらの中に日本列島があるっていう意識がものすごく強いんですよ。で同時に拠点をすごく考えます。どこを拠点にして入っていくか。僕はあえて中国がやりたい放題になっていくと、尖閣から上に上がってきて、まず沖縄人民共和国にされて、鹿児島人民共和国にされて、そこで中国系の住民を増やして、親中派武装勢力っていうのも現れて、やがて住民投票になって、住民の意思の結果、沖縄人民共和国と鹿児島人民共和国が独立して、そして中国に服属を誓うと、今ロシアが試みていることをそっくりなことをやるリスクを指摘してるんですが、本当は沖縄人民共和国と並んでリスクあるのは長崎人民共和国です。でこれちゃんぽん食べながらですね、しかも店の人にお願いして生からすみをもっと乗っけてって頼んで、いやいや乗っけてくれました、ね、生からすみって長崎以外にないと思うんですよね。博多ないでしょ、うん、はい、そのこと聞かれても困るんですが、話を元に戻していくと、自分が神戸生まれってこともあって、この町にやっぱすごく親近感もあり、龍馬さんのいわば大きな仕事を支えてくれた長崎です。それは本当ですよね、はい、あの亀山砂丘は後で作ったもんですけどね。でもまあああいう雰囲気だったろうっていうのはよくわかりますよね。だからあんまり言いたくない気は話しながらしてるんだけど、ただ例えば僕の専門分野は結構いくつかあって、外交安全保障危機管理資源エネルギーですけど、危機管理でいうとですね、必ずこれは仕掛ける側に立って考えるんです。テロ対策考えるときに対策を取る側に立って考えたら何もわからないです。テロリストになりきるんです。テロリストだったらどうするか。そうしますと、この日本に対して中国が何仕掛けてくるかっていうのは、中国共産党と中国人民解放軍、僕は中国入ると人民抑圧軍と呼ぶんで、そこで最初から怒鳴り合いになるわけですけど、抑圧してるじゃないですか、現にウイグル人を虐殺し、あのおとなしいチベット人を虐殺し、南モンゴル人を虐殺し、香港で市民を弾圧し、どこは解放してるんですか。今ロシアがウクライナ解放したって言ってるのと全く同じですよね。でもいずれにしても怒鳴り合うのが大事で、最初いやいやいや仲良くしましょうって言って何の話もできないんですよ。最初まあ何時間もかかりますけど、言い合いしてる間にこいつは本当のことを言うんだというのが、中国人だろうがアメリカ人だろうがドイツ人だろうが同じですよ。ロシア人もそうです、ね、だんだん分かってくる。その
僕なりに長いこと時間かけて感じた実感で言うと、中国が拠点と考えているのは間違いなく2箇所で、一つが沖縄です。玉城デニー知事も非常に親中派で、慎重派じゃないんですよ、慎重じゃなくて中国を大事にしてて、尖閣諸島の背の字も言わないですよね。ただ文化の深みで言うとむしろ長崎だと思います。沖縄は空港から町に入るときに竜柱って言って、竜の顔が彫ってある柱が2本立ってるんですよ。尾長さんがもう亡くなりましたけど、市長や那覇市長をやり沖縄県知事やった尾長さんが自由民主党沖縄県連幹事長やった人ですよ、ね、この人が中心になって立ってた柱ですけど、あの柱の意味は中国の皇帝に服属しますという意味です。今中国は共産党という王朝であって、習近平国家主席は国家主席って名前だけど間違いなく皇帝です。やってることは皇帝ですよね。だから沖縄がすごく中国の拠点に見えるけれども、同時に沖縄県民には大きな負担だけど、非常に強力な米軍基地がいっぱいあって、自衛隊も非常に良い部隊を、まあ沖縄戦の反省込めて決して県民に迷惑かけないように良い部隊を送ってて、すっごく守りが強いんですよ沖縄は。本当は知事さんがどれだけいい加減であっても縁の下で自衛隊と米軍が本気で沖縄を含む南西諸島を守っています。尖閣諸島で押し込まれているように見えるけど、それは憲法9条で日本が対抗できないからであって、全体としては中国は沖縄に簡単に手を出せないです。そうすると皆さん全部つながってて、今から9年前の五島列島になぜ漁船団が来たのか、その後にはその2年ぐらい後に伊豆半島の沖まで行きましたよね。実はほぼ同じグループだと思われます。漁船に見えて本当は軍隊の一部です。海上民兵ってチャイナで言ってますけれど、日本では考えられないです。例えば五島の漁家の方々がいつの間にか軍人と教育されて武装もして、見かけ上は漁船で外国の港に入っていくってことを現に中国やってるわけです。そうするとウクライナで今中国はたくさんの情報をもらって、認知戦争っていうもののやり方改めて、まあ、現代化してるわけですよね。ロシア人とウクライナ人の犠牲によって中国が一番情報を集めてる。そうするとこの長崎において文化を大事にしながら、民族は混じり合った文化が一番魅力的なんですよ。だからチャンポンが中国風であったり、ペーロンもよく見たら中国風であったり、何の問題もないですよ、ね、京都の伝統文化だけ、奈良の飛鳥文化だけが日本文化じゃないです。文化は混ざり合って美しくなるもので。でもそのことと安全保障上、中国の独裁者が、時の皇帝がどういう人かによって拡大主義なのか、それとも中国の人々の幸せを願う立場なのか、今明らかに拡大主義ですから、それを考えると長崎の、まあ、自由民主党長崎県連を筆頭に新しい考え方、新しい、いわば偏らない危機感、中国人をあるいはロシア人を差別したり決してしないと同時に、長崎の文化を守りつつも中国は日本に食い込んでくる拠点にならないように、とりあえず山本さんに投票する、はい、これは、ね、今山本さん偉いのは何の反応もしなかったですね。これが既成の政治家だと急に立って皆さんよろしくお願いしますって言うんですけど、はい、でもこれは本気で僕は言ってまして、中国の話だけをしに来たんではありません、ありませんが、なんていうか中国もしたたかなようでいて案外バレバレのところがあって、昔から軍部がですね、僕に言わせると人民抑圧軍が、彼らの言い方だと人民解放軍が、共産主義って共産化することを解放って言ってるんですよ。言論の自由がなくなり職業選択の自由も奪われるのが解放ですか、ね、でもいずれにしろ中国の言い方だと中国人民解放軍は昔から3つの戦いって掲げてるんです。これ知ってる人多いと思いますが、3つの戦い、どんな戦い掲げてますか、はい、女子は何してもいいので答えられなくても問題ないが、
男子は答えられないと、虎狩りになった上に、あなたは眼鏡かけてるから、眼鏡に指紋がつけられるんですよ。はい。3つの戦い。どうですか？情報。お、近い。まあ、今。心理。もっと大きな声。心理。はい、拍手してください。はい、1個言えました。隣奥様。はい。心理戦1個言えた。はい、もうそれだけで。まあ、メガネの指紋はやめとくか、じゃあ。あと2つ。じゃあ、奥様いかがですか？奥様は日本女子なので、日本女子何してもいいんですよ。だから答えられなくても問題ない。でもどうですか？ご主人が心理戦言ってくれた。情報戦。情報戦でもいいんだけど、中国はね、はっきり漢字3文字で出してるんですよ。一つはご主人おっしゃった心理戦です。単なるクイズですよ。はい。でも心理戦言ってくれました。中国が言ってるのはまず最初に世論戦って言ってるんです。世論戦、これは鹿児島県の世論党を取ることですね。違いますよ。はいはい、これジョークですからね。みんながまだなんか硬いんだもん。僕のことよっぽど怖い人だと思ってでしょう。あんまり僕は怖いってイメージだから、皆さんご存知かもしれない三浦真美って人がこの垂れ目の緩んだ顔をこのチラシにしてるんですよ。僕はこの写真嫌で、嫌でしょこの写真、ね。まあ、生まれつき垂れ目だからしょうがないけど、もうちょっとキリッとした写真にしてよって言ったら、三浦真美氏が議員は怖い人ってイメージなので普段は全くこうだからこれにしますって言われて、ああそうですかと、ね。だから世論党と関係ないですよ、ね。僕は世論党もダイバーなんで大好きですけど、その世論じゃなくて世の中の議論の世論ですよね。中国人民解放軍は核兵器も持ってて空母まで持ってる軍隊なのに、最初に掲げてるのは世論戦なんですよ、ね。2番目が今ご主人おっしゃった心理戦です。3番目がなんと法律戦なんですよ。は？他の国の法律を変えるのが人民解放軍の目的だと、公然と、これ公然とですよ。これ機密情報じゃないです、ね。だからさっき言った僕の話とつながってくるの分かんないでしょ。法律戦やるのに共産党に食い込んでどうするんですか。共産党が作った法律ってあるんですか。ないでしょ。一回も一本もないですよ。ほとんど全部自由民主党が作ったんですよ、ね。評論家で議員立法やらないからけしからんって言ってますけど、それ国会全然ご存じない。議員立法っていうのは自由民主党から共産党まで全会一致しないと作れないんです。普段政府の役人が法律作ってるけしからんと言ってますが、自由民主党朝8時から部会ってのをやって、そこでまず法律の原案を揉んで固まっていったら役人と相談をして一緒になって議員内閣制ですから法律作っていくんですよ。ほとんど全て、ほとんどじゃなくて全ての法律はこうやって今作られてるんです。だから人民解放軍が参戦って言ってるんですよ。3つの戦い、ね、公に公然と言ってるんですよ。世論戦、心理戦、そして法律戦って言ってる以上は、皆さんが中国共産党の工作員だったらどこに食い込むのか。 With money です。巨額のお金とともにどこに食い込むのか。一つは自由民主党、一つは役所です、ね。僕は東京大学で教えてきましたけど、その目的の一つは行政官たちに、官僚官僚子役人っていうよりも正しくは行政官ですから、彼らは本当は志と誇りを持って官庁に入るわけです。そこに中国の手がすでに入っています。そして自由民主党の中に一番深く入っています。選挙にお金使うのがなぜいけないか、汚いからだだけではなくて、逆に言うとなぜ僕は献金受け取らないか、パーティー開かないか、支持団体作らないか、講演会作らないか、作ったら最後必ずチャイナが日本人の名前で入ってきますよ。これだけ反中国をはっきり言ってれば、それも今の独裁者がけしからんって言ってるんですよ。中国の文化あくまで僕は尊重してます、ね。だから中国に出張するとまず言うんですよ、中国語で。ゲオファピアオ、意味知ってます？ゲオファピアオ、
ヨーファピアオ知らない、領収書ください。これ本当なんですよ、ね、今のまあ半分ジョークですけど、これ実際に中国の僕出張行くと、私は中国語を喋らないので、行ってると2日目の夜ぐらいからなんとなく喋ったり理解したりするんですけど、これはどこの国に行っても僕はたまたまそうです。耳で聞いてるだけですけどね。でも初日分かんないでしょ。だからタクシーの運転手さん、今国会議員でなかなか行けないけど、僕は民間時代行ってた最後からもう半日半日になってるから、タクシーの運転手さんがツンツンしてるわけですよ、ね、日本人と思って、それでツンツンして連れてかれるでしょ。でそれまではこうなんとか飯店、飯店ってホテルって意味ですけど、こう紙見せてここって言うじゃないですか。降りるときに突然ゲオファピアオって言うんですよ、ね、だから長崎のタクシーで外人乗ってきて紙見せて、なんとか長崎なんとかホテルに連れてって最後に領収書ください。でもそれで運転さんは大笑いするんですよ、うん、あれだけでもね、日中言うことは言わないけれど、日本人はこう怖いだけじゃないなと、ね、こういう垂れ目のやつが来て領収書くれと言ってると、何の話してたのか分かんなくなってきたよ、ね、でも本当は分かってます。参戦で言うと法律戦、なんと中国が中国の手を使って日本の法律を変えようとしている。例えば中国韓国が土地を勝手に買うなって法律を守る会中心になってやっていったときに、明らかに自由民主党の内部からもこれは中国を刺激するぞと、ね、いうのがあったから、僕は何でも直撃主義ですから、一応自由民主党の国会議員ですから、どこ行こうと自由なので、自由民主党でしょ、自民党っていうのやめませんか。自由民主党なんですよ、もともと。だからそういう人のところにいきなり行くんですよ、アポなしで。だから法律通りました。でもこの先水源地に手を出すな、ね、そこまで上げていこうと思ったら非常に厳しいことになっていくと思う。なぜかというと、その上の2つ心理戦と世論戦で十分にチャイナが日本社会に入ってるから。どこまで入ってるか、例えば福島原子力災害がチェルノブイリと同じだということを安倍政権まで訂正しなかったけど、ここまで入ってるんですよ、中国の原子力発電所にリスクがいっぱいあるのに、ね、チェルノブイリと福島原子力災害は全く似てません。今日は長崎だから東洋でいて、例えば九州の仙台原発や玄海原発を考えていただくと、一部再稼働してるし、長崎県には原発なくてもあくまで話しておくとですね、まず福島原子力災害について評論家の方々がおっしゃってるのは全部嘘です。なぜか、現場見てないから。あの線量が高くて原子力災害が進行中の福島第一原発に入った専門家は未来英語私一人だけです、はい、ありがとうございます。これを言って長崎で拍手いただけるとは思わなかったです。ありがとうございます。この僕らの国会の郡山でも、被災地の郡山でもこの話をもっと詳しくしたんですけど、要は専門家みんな逃げたんですよ。で当時の吉田正夫所長はそれに対しても怒りを覚えてて、当時の菅直人総理にも怒りを覚えてたけど、専門家がみんな逃げて、これ今までの僕らの国会でも言いましたけど、僕のよく知ってる専門家、原子力の専門家は沖縄まで逃げたんですよ、家族と一緒に。だから福島に誰も来ないんですよ。一人だけ逆方向に福島第一原発に向かってきた男がいて、それが私で、だから吉田さんは許可を出してくれて、これはちょっと話を縮めて言いますけど、中入る前に僕はまずびっくりしたのは、線量が低い、放射線量が低いで、専門家ですから線量計もプロ用のものを使って、しかもダブルで確認しながら行きました。自分で車を運転して、もう一っ子一人いないですから、警戒区域の中ですから警察官ももういないです。20キロの中は警察官もいない、もう自衛隊も撤退してた。だから僕一人で線量計使って測りながら進んでいきましたが、福島第一原発の専門に向かって行ったけど、線量が低いので驚いたんですよ。これどうしてか、福島原子力災害で原子炉壊れてないんですよ、ね、原子炉は壊れてません。何が起きたか、冷やせなくなっただけです。
なぜ冷やせなくなったか。福島第一原発の原子炉を工事したのはアメリカ人です。アメリカの電機メーカー GE が作った欠陥炉、アメリカで1980年代に裁判になった。アメリカで作ったのに売れなくなった。なんと自由民主党政権の当時の通商産業省、今の経済産業省と東京電力が癒着してこの欠陥炉を買ったんですよ。地震国の日本に据え付けたんです。しかも工事を地元の業者に発注したならまだしも、アメリカから連れてきた業者にやらしたから、ハリケーン対策で配電盤を、電気の源の分けるところの配電盤を地下に置いたんです。そして防潮堤が低めだった。低めだったから津波がそれを乗り越えた。乗り越えたけど本当破壊したわけじゃない。破壊されたのは燃料タンクとかタービン建屋とか放射線のないところだから、僕は実際中に入って作業員の方も入ってないところ入りました。だから僕は大量被曝してますが、ね、作業員の方はあれから10年間ずっと作業なさってるんですよ。私は1日入るだけですから、まあ吉田さんには随分止められましたけど、話し合って許可を得て作業員がまだ行ってないところも行きました。特に海側に行きました。燃料タンクがプカプカ浮いてましたよ、海に。ものすごい光景ですよね。だから作業員の方はわあ、やっぱり津波にやられたんだとおっしゃったんで、その場で違いますって言ったんです。これは皆さんは原子力の作業の専門家だけど、私は危機管理全体の専門家として言うけど、これは日本が救われたっていう現場ですと。津波の衝撃は燃料タンクやタービン建屋が吸収してくれて、そこで津波の衝撃力は終わったんですよ。だから巨大な燃料タンクがものすごい重さのものが海にぷかぷか浮き出したり、あるいは巨大なトレーラーが逆さに2台突っ込んだり、全部実はよかったねって現場なんですよ。何言ってるか、原子炉建屋は無事だったんです。壊れてないんですよ。壊れてません。何が起きたかというと、防潮堤を弱くなって超えた水が地下に入って、配電盤が濡れた、電気が通らなくなった、冷やせなくなった。冷やせなくなったら当然燃料棒は熱いですから溶けます。溶けたら床を貫いた、メルトダウンって言ってますけど、これ一番軽いメルトダウンです。原子炉が壊れて床がなくなったんじゃなくて、溶けた燃料棒が床を突き破って水と混じった。水が蒸発するときに、あの原子炉の中は100種類を超える放射性物質が作られますが、その中で一番軽いものだけ2つ、だんだん思い出してくるでしょ。もう11年前ですけどね、放射性ヨウ素、放射性セシウム、ほぼこの2種類だけが水に混じって蒸発したんです。放射性ヨウ素は8日間で完全に消えてなくなります。放射性セシウムは土中に入ると、特に粘土層に入るともう動けないんですよ。したがって環境中に放射線物質は非常に少ない。だから何が起きたかというと、子どもたちにヨウ素製剤というのを飲ませないところが多かった。これはね、長崎県は原発がないからわからないでしょうが、同じ九州のさっき言いました玄海原発、あるいは仙台原発ね、この辺りの地域には必ずヨウ素製剤っていうのが常に使える状態で置かれてます、今も。それはどうしてかというと、甲状腺が誰にもありますが、子どもたちの甲状腺に放射性ヨウ素が入るとがんを引き起こす。あらかじめ事故が起きたらヨウ素製剤を飲んでいっぱいにするんです。甲状腺ってあっという間にいっぱいになっちゃうから、それ以上入りません。でも飲ませなかったんですよ。飲ませたところもありますけど、飲ませないところが多かった。どうしてか、線量が低すぎた。ヨウ素製剤は副作用はありませんけど、でもこういう水ではない、ね、水ではないから線量がこんなに低いのに子供にヨウ素製剤飲ませんのかってことになって飲ませなかったんですよ。と話元戻すと、僕は現場に入って警戒区域の中に入って、寄ってくるのは犬とか猫とか 豚に馬にね牛に、もう本当いっぱい寄ってきました。僕は動物好きなの分かってるのかもしれないけど、まあガリガリですよ、すでに、ね、つまり食べ物欲しいって動物がいっぱいやってきましたよ。襲いかかられることはなかったけど、頭撫でたって
もうキリがないわけですよね。でそういうことをしながら、やがて東京電力が僕を見つけて、専門家の中で一人だけ逆方向にやってきた吉田正夫所長の決断で正式な許可が出て中に入って、そして今言いました海側も含めて壊れてないってことを発見して、日本の原発の建屋はあのひどい地震に耐えた。ちょっと、まあ、長崎の人が意外にこの話聞いてくれるんで意外ですけど、ね、これいかに情報戦が間違ってるかってことを言ってるんですけど、正しく情報を考えるならですね、あくまで現場に、皆さん現場に行けなくても現場に即して考えたら、福島原子力災害で一番分かりやすい現場があの福島の浜通りのすぐ北にありますよね。ありますよね。これ何でしょう。またとんでも質問ですね。お前の講演聞きに来たんでマイク向けるなと、いう顔なさってたら余計当たるんですよ。はい、福島第一原発のちょい北に、いいえ日本の原発は壊れてませんという証拠があります。何でしょう。第二原発。惜しい。第二原発は第一より南、ね、第一も壊れてないですけど。あ、そうです。女川です。はい、拍手してください。すごい長崎県民すごいな。原発がないのによくご存知ですね。ね、長崎県民ですか。あ、佐賀県民、うん、それは知ってはるわ。山は、まあ、はい、はい、関係ないけど僕は葉隠れ大好きなんで、佐賀は憧れの場所です。はい、ちょっと話それちゃうから、その話したくなったけど明日の朝5時までにしましょう。ちょっと原発の話最後まで、その今簡単に言ってますけど、簡略化してるけど最後まで言うとですね、福島第一原発、後で本当かどうか地図でも見てくださいね。すぐ北に東北電力、東京電力じゃなくて東北電力の女川原発、女の顔と書く女川原発があるんですよ。ここは福島第一は震度5強、ね、女川は震度5弱だけど、まあ、似たような震度です。津波はほぼ同じです。全く壊れてません。なぜ壊れなかったのか、防潮堤がちょい高かっただけです。これ東北電力とその直後に議論したときに、要は東京電力が会社が大きすぎた。福島第一の吉田正夫所長に聞いても同じことをおっしゃいました。大きすぎて官僚主義で若手の研究者社員の言うことを聞かなかった。東北電力もすごく大きな会社だけど東電に比べればはるかに小さいですから、若手の研究者の話を入れて、ひょっとして津波が大きかったら防潮堤をお金かけて少し高くしておいた。それだけです。それだけで女川原発は揺れに全く耐えて何の事故も起きず、僕は女川原発に入ったら、福島第一に入った後女川に入ったら東北電力大歓迎でした。なぜか、あの現場見たのは僕だけですから。怪しい人じゃなくて専門家として長年原子力に関わってきてリスクを指摘してきた僕って分かってますから、喜んで入れてくれましたよ。そしたら例えばね、女川原発の構内に体育館があるんですよ。その体育館に女川町民が一時期住んでらした、避難して。その体育館に住んだ中に女川町で一番原発に反対してきた方の、ね、方が入ってて、そして原発が世界で一番安全だと分かったって発言されてるんですよ。その女川原発が事故から11年経て稼働してないってどういうわけですか。そうでしょ。だから日本はエネルギー弱国、弱国って言葉はあんま言わないけど、エネルギー強国の反対でエネルギーが弱い立場になってるわけです。僕ら一生懸命さっき言った青山千代博士と海の自慢資源のメタンハイドレートをやってきたけど、まだ時間かかります。アメリカのシェールガス実用化してますが、アメリカはシェールガス最初に掘り出した時から100年以上経ってんですよ。資源を実用化するってな簡単なことじゃないです。メタンハイドレートはまたすごく早い方です、ね、でも原子力がそうやって使えなくなってる。つまり原発は危ない、原発は危ない。ここでもよくあるでしょ、そういう集会とか。原発が危ないじゃなくて防潮堤が危なかったんですよ。この区別ついてないでしょ。だから原子力の電気使えないから最初は太陽光だ。ほら長崎でもそうでしょ。
今山の上に家が建ってて神戸を思い出させるって言いましたが、もうちょっと例えば今日ね、雲仙から多久島さんもおいでになってますけど、もうちょっとこの山が大きいを行ったら太陽光パネルいっぱいでしょ。これもちょっと一瞬話が飛ぶといえば飛ぶ、その地域が飛ぶけど、長野県の信州のある市長さん、まあ、はっきり言って佐久市長の柳田さんって僕の盟友から問い合わせが来たのは、当時まだ僕民間人ですけど、太陽光発電をやれって政府から言ってくるけど、ね、その指定された場所が太陽の光が当たらないから休耕田にしてるところを指定してくると、そこに中国製の太陽光パネルいっぱい置いて、そこから電気引っ張ってきて、当然引っ張るときに電気抵抗があって減衰、要するに電気の量が減るし、失敗するに決まってると。失敗した人の太陽光パネル中国製だけど誰が回収するんですかと、柳田市長、まだ若手の市長がおっしゃって、ものすごく正しい問題意識で、今日本中で中国企業が置いた太陽光パネルがあちこちで大問題引き起こしてるわけですよね。これ原発止めた以上は太陽光でやるんだっていう話を自由民主党自体がやってたでしょ。儲かったのは誰ですか。圧倒的にチャイナですよ。それも責任一切取らないでしょ。だから五島列島の港に漁船が入ってきたって目に見えるものもあるけれど、でも同時に太陽光パネルで中国がはっきり言うと侵略、一種の侵略を果たしていて、そして日本を弱らせてるでしょ。エネルギーがもっと自立できなくなってるんですから。そしてもっと恐ろしいことが今起きてるのはですね、実は今空港からここに来るまでの間、郷さんが運転してくれるレーシングカー、僕実はレーシングドライバーなんですが、とっても上手なキビキビした運転ね、郷さんらしい、その相手とちょっと約束した時間になったので、もちろん相手が誰かは言えませんが、今の政府の中の中枢の人物、岸田総理じゃないです今日は、ね、でもその人物に電話して、経済産業省、その中の資源エネルギー庁が洋上風力発電を、長崎もそうです、ね、やろうとしてるけど、これ太陽光パネルの二の舞ですよと、ね、まず洋上風力発電は遠浅の海がずっと続くヨーロッパの一部の国には適してても、日本の海はあっという間に深くなるんですよ。10キロ泳げる遠浅の海水浴場ってほとんどないでしょ。深くなる日本の海にタワー建ててどうするんですか、巨大な。しかもそう言われるから浮体式だと、プカプカ浮いてるから大丈夫ってエネルギー庁の役人が僕に言うから、あなたそう言いながら浮体構造のやつなんか見たことないだろう、私は実際に海で調べて見てるよ、浮体って船みたいに浮いてると思いますか、ワイヤーで海底に結びつけてるんですよ、ね、しかも、まあ、はっきり言ってこういう役人の方々は実際の海の怖さを知らない。青山チャラカスとも一緒に場合によってはカニカゴ漁のちっちゃな漁船にも乗り、研究調査船にも乗り、沖に出て行った時の海の怖さ、津波で来て陸の人は初めて分かるけど、我々みたいに普段から海に出てると風の強さ、塩害、ね、潮の腐食させる能力の強さ、ちょっと止めてたらあっという間に船はダメになってしまいますから。それから潮流の速さ、そこにどうやって中国製の風力発電の巨大なものが耐えられるんですか。あっという間に廃棄物ですよ。しかもね、エネ庁の役人に言ったんですけど、皆さん中学校高校で防風林って習わなかったですか、ね、風が強すぎる海岸線のところには防風林って作るでしょ、例えば鳥取とか。どういう意味か、風のエネルギーだから無尽蔵じゃないんですよ。全体の風量、地球全体では一定でもどっかで止めたら、止めた先は風が来なくなるんですよ。じゃあ日本の海に、長崎の海にも洋上風力を林立させて、風をそこで巨大なブレードで食い止めたら、農作地に風吹かなくなりますよ。そうでしょ。
こんなの小学生で分かることを、なぜ東京大学法学部出身のエネルギー庁がやるかというと、ここに国家予算がついてるからです、ね、で、こういうことは申し訳ないけど評論家とか学者のレベルで何言ったって変わらないし、まして野党が何言ったって変わらないし、自由民主党の内部から政府の要人に直接、私は許しませんよと、さっき電話でそれを言おうとしたら向こうの方から、いやその通りなんですと、だから私止めますからと言われたんで、内緒にしてねって相手から言われたんで、これ以上言えないけど、僕は向こうの大変偉い人に言ったのは、まもなく参議院選挙ですと、参議院選挙終わったらあなたも役職変わるかもしれないんで、いるうちにやってくださいねと、はい分かってますと、ね、でもこれ中国が世界的にやってることです。中国にゴールドウィンドっていうね、金の風、なんちゅういやらしい名前や、バレバレやないか。このゴールドウィンドって巨大資本は中国共産党と軍と深いつながりがあって、そこから日本法人も作り、違う会社の名前にして、日本各地、もちろん長崎みたいに海に面しているところは重点地域の一つです。ありとあらゆるところ、日本列島全部に張り巡らして、中国製の風車で日本の海を全部覆い尽くそうとしてるんです。陸地を太陽光パネルで覆い尽くしたその後は、この洋上風力ですよ、ね。こういうことを考えると、自由民主党の内部で戦うってことがどれほど大事かってことが分かると同時に、長崎であれ、北海道であれ、どこであれ、どこに住む者も、実は同じ課題を抱えていると。で、その中でむしろ、紀元前から中国大陸や朝鮮半島とつながりのある、文化交流のある長崎のように、チャイナの本質を知ってるところは大事だっていうところです、ことです。これ、例えば、今度選挙お出になる山本さんが知ってればいいって話じゃなくて、あるいは今の県会の先生方や、長崎から出てる金子さんと僕はとても親しいですけど、ね、谷川さんにも一度、対馬で感謝されましたけど、そういう国会議員も含めてのことですが、本当はやっぱり有権者が一番ご存じでいることが大事です。国会議員は有権者から票が出なかったら国会議員でいられないんですから。それは日本の周りのロシア、北朝鮮、チャイナという独裁国家と決定的に違うところですから、だからあえて美味しいちゃんぽんをいただいてですね、生からすみのおかわりまで頼んで、迷惑がられた私であってもですね、そのことと別じゃなくて、そうだからこそチャイナを知ってる長崎だからこそ、ちゃんと日本が守れるように意識をもう一度ウクライナの殺された赤ちゃんや妊婦の方々の犠牲を無駄にしないために、独裁主義の怖さ、それをちゃんと意識していただきたいんですよ。で、今2時10分、ということはあと50分ですね。はい。で、この僕らの国会ですね、旭川から始まって、今日は長崎まで来たんですよね。一番しんどいのはですね、全部動画で配信するでしょ。一回ごとにちょっとずつ違う話しなきゃいけないというね。誰にも言われてないけど、そのプレッシャーがね、すごくあって、無理に違い作ってませんよ。まあ正直自分の引き出しの中から、そのいわば良い意味でご当地に合うように話をしてるんですが、今日冒頭言ったのもお世辞で言ったんじゃなくて、長崎は本当に若い頃から通ってるから、どうして長崎が原爆投下地に選ばれたかっていうことも、その山の上に上がって地形を改めて見て、きっかねの立場から、それから米軍と話もしました。長崎の人々は人体実験にされた、広島の方々と同じようにですね。そこで、陛下がご決断なさったから戦争が終わったけど、終わってなかったら次京都です、はい、だから京都の全てを失われてた、まあ、ある意味長崎が8月9日で食い止められたんですよ。これはあんまり口にすることじゃないと思うけど、長崎県民の犠牲によって京都やあるいは奈良が守られた。8月9日で原発投下、原爆投下が終わったっていうのはそういう意味です。これは、まあ、今からいつも言ってる通り相手に言うようにしてますから、
戦争を終わらせるために原爆投下したんじゃないです。8月6日9日の前に戦争はほぼ終わってた。それを米軍が分かったから早く人体実験したい。で、長崎の場合はこういう一種の窪地になっているところでどういう影響があるか。実は米軍の中に一部反対があったのは、長崎はカトリック教徒が多いと、そこに落とすのかと、まあ、後藤が今世界遺産になっているようにね、その異論もあったけど、とにかく人体実験したいというのは今もそうです。ポストウクライナは考えてです。世界中は、主要国は。その中で当然あの当時もポスト、つまり第二次世界大戦後を考えるから、ソ連に対して優位を保つには原爆を使った経験があると、人間に何が起きるかは知ってるか、そのためにやったんです。でも僕は長崎に対していろんな気持ち持ってます。龍馬さんと生きてきたっていうのもあるけれども、やっぱりここで皆さんが食い止めてくださったんです。そのことに気づいてない、残念ながら同胞がやや多いんではないかと。で、これも一種のタブーのことをあえて言いますが、やっぱり広島にどうしても目が行ってますよね。国際社会で聞く話も広島、アメリカの軍部の中には広島長崎って言ってくれる人いるけど少数ですよね。だいたい広島長崎にまで目が行ってないですよ。でも本当は広島に落としたのはご存知でしょうが、核実験やってないんですよ。ウラン型、つまり実験しなくてもできる、まあ、こういう筒みたいなところの一番端っこに核物質があって、横からドーンと押すだけですから。だから核実験しなくても広島を落とした。それだけで軍部は満足しなかった。もっとちっこくできるプルトニウム型、さっき原発の話しましたけど、プルトニウムも原子炉の中で作られますが、チェルノブイリは原子炉自体が爆破したからプルトニウムが外に出た。これヨーロッパで喋るのタブーです。なぜかプルトニウム消えませんから。でも福島はさっき言った通り燃料棒が溶けただけだからプルトニウム出てません。でもその人工物のセシウムとか元素は自然界にありますけど、プルトニウムは人間が作ったものです。それを真ん中に置くんです。長崎方は真ん中に置いて周りの360度から一斉に真ん中のプルトニウムを爆発させるんで、タイミングが合うかどうかは実験しなきゃいけない。だから長崎に落としたのは実験をして落としたんです。これが人体実験だった明白な証拠です。戦争を終わらせるためだったら実験なく簡単に落とせる。8月6日広島だけで終わってる。それだけではデータが足りないので、やがてプルトニウムが主流になると思ったアメリカ軍は長崎を実験台にして、それも爆発の効果が正確に測れるように窪地を選んだんです。それが現実です。ただしね、このことを長崎に来てやっぱり一度は県民の方々にありのままの話しようと思ってきたんですが、今思いつきで喋ってんじゃなくて僕なりに考えた結果お話はしてるんですけど、アメリカをかばうわけじゃないけど、ね、一つやっぱり僕らが自分に問いかけなきゃいけないことがまだ数年前に起きたんです。それはですね、これは長崎じゃなくて広島なんですが、広島の少女、健康な学校に通ってた少女、無傷の少女を見つけたんですよ。無傷だけれど内部被曝は確実にしてる。やけどもほとんどしてない、ね、元気に見える。でも内部被曝してる。原子爆弾を落として内部被曝した人間がどうなるか、格好の実験材料だと思ったアメリカはこの少女を原爆の専門病院に入れました。でもプラセボって言ってですね、小麦粉を薬の格好に固めるんです。これ偽薬って言います、日本語だと。だから小麦粉ですから何の効果もないけれども、これを薬だよって言って女の子に飲まして、女の子はそれを飲み続けて、しかし内臓が全部腐った状態になって死にました。死んだらまず広島の現地で当時の東京大学や京都大学を卒業したばかりか、あるいは卒業しそうな優秀な日本の若手の学者に解剖させた。解剖させてその内臓をホルマリンにつけてアメリカに持ち帰った。アメリカに持ち帰って原爆の影響を徹底的に調べた。なんとそれを戻したんです、日本に。まだ数年前です、ね、もしソ連がこれやってたら
内臓を戻すことは絶対なかったと思いますが、アメリカは戻したんですよ。それって僕はアメリカにその後も行って言いましたが、あなた方は告白したのと同じだねと、戦争を終わらすための原爆投下じゃなくて実は人体実験だったってことを自ら言った、でもよく言ったよねと、戦争ばっかりしてる困った国だけど民主主義は民主主義だと言ったんですよ。でもこれ被爆地の広島長崎でどれほど話題になりましたか。ほとんど報道もされなかった、ゼロではないんですけど報道されなかったし、これだけ8月6日8月9日が毎年語られるのに、このことについて日本の主人公、僕も岸田総理も安倍元総理もただの代理人です。主人公は間違いなく皆さんしかいない。天皇陛下が私心を捨てられたもとで万民が平等に主人公というのは日本です。世界に冠たる民主主義の理念を持っている、古代からのアメリカに教えてもらったんじゃない、その主人公の皆さんがこれだけ重大なアメリカから情報提供あったのにほとんど反応しなかったというのは、実は中国共産党が世論戦、心理戦、法律戦と称して日本の中に食い込んでいって、原発危ないんだと、原発再稼働するな、東北電力の女川原発も再稼働させるな、洋上風力発電がいいんだ、その前は太陽光パネルだと、全部世論の支持があってやってることじゃないですか。それに乗っかってきた自由民主党の腐った部分を直さなきゃいけないから、守る会3人で作って一度も勧誘してないのに74人にまでなって、その力で習近平国家主席の乱日を阻止し、そして小泉政権、自由民主党中心の政権だった小泉政権で母系天皇でもいいという政府方針決めましたよね。これがそのまま続いてたら今現実何が起きるか、皆様に僕も含めて愛されている、僕も含めて愛している愛子内親王殿下がもしも即位された場合、即位されてから例えば中国の男性の方とご成婚なさって、そのお子様が即位なさったら、ね、仮にそのお子様を128代と考えるとそこで天皇家終わりです。日本の天皇陛下のお家が中国の王朝に変わる、これが母方です。小泉政権、小泉総理が自ら認めた、容認した女系じゃないんですよ、男女関係ないんですよ、父方か母方か、母方の天皇陛下の誕生、それだったのは小泉政権です。これ評論家とか学者とか野党で変えられたと思いますか。これを変えたのは、これはもう別に私が代表だから誇って言ってんじゃなくて、事実として日本の尊厳と国益を守る会、新しい議員集団の守る会が出した提言書、安倍総理に出し、菅総理に出し、岸田総理に出した、岸田総理が有識者会議の報告書として世の中にもう出した、中身そっくりです、我々の提案と、ね、でこのことはですね、僕らの国会は行く先々で話を少しずつ変えてるんですよ、動画を見る人が退屈しないように。あのですね、僕の考え方っていうのは、その動画っていうのは、青山茂春チャンネル僕らの国会っていうのをやってて、累積で5000数百万のアクセスがあるんですが、僕はスポンサー料1円も取らないんですよ、政治献金1円も受け取らないように、だから利益はゼロです。これは任務だと思ってるわけです。国会のことよく分かんないでしょ。朝8時から10日とか開いてる部会なんてほとんど誰も知らなかったでしょ。僕記者時代から疑問に思ってました。全部の法律はあそこで第一歩なんですよ。なんで国民が知らないんですか。なぜ自由民主党の議員はそれを話さないんですか、ね、あれ一つは自由参加の場なんで、来ない人は全然来ないですよ。大吉と参議院議員は来ないですよ。山本さん、当選したら何すべきか分かってるよね。はい。毎朝8時なんです。で、僕の場合は午前3時に寝ても4時に起きて、アメリカ側と約束あるんで、そこで暗号化された電話で情報交換して、情報を入れて、アメリカの東部時間だとちょうどティータイムなんですよ、午後2時頃。連中は気楽なんですよ。アメリカの方々の特徴はこっちのこと全然考えてくれない。
僕はうるさく、いやいやこっち午前4時だって言っても、あ、そうで終わるんですよ、ね、向こうは悠然とお茶飲んでるわけです。その時間にでもくつろいで話をしてくれて、それを持って部会に出る。ありとあらゆる法案は部会通らないと国会に出すこともできないんですよ、ね、だからそういう国会の仕組みが伝わってないことも大きな国会議員の僕は怠慢だと思うから、この動画を見てもらうっていうのはそういう意味があるんですよ。もう一回言いますか、スポンサー料を1円も受け取らないので利益はゼロです。利益のためにやってる YouTuber 多いですけど、それは話を面白くしようとしますよ。いいですよ、そのご覧になっても。でも信用できるかって言われると、万事儲けのためにやってるっていうのは、あるいは国会議員の仕事とは矛盾しますよ。どうでしょう。それで、その上で言うとですね、この、動画で少し変えなきゃいけないっていうのは、動画をとにかくご覧になるとですね、大体見てる人は僕の話が長いので速度を速めて見てますよね。中崎の皆さんこんにちは、今日は現場の話もしますけど、よくついてきてくださってますね。ね、僕もそれで聞いてるんですけど、ね、でも人生の時間を使ってくださってるんですよ。さっき再生可能エネルギーだから無尽蔵のエネルギーじゃないって言いましたけど、全てが有限なんですよ。風の量も水の量も何もかも有限で、太陽光、太陽熱も実は有限です。どっかで取ればどっかに回らなくなる。人生の時間も同じで、誰しもこの中で僕も含めて自分は死なないといういわば誤解に支えられて生きてるけど、本当は人生の時間は一定しかないから、その人の運命によって動画を見てくださる時間も人生の時間を費やしてるんで、同じものを提供するわけにいかないんですよ。ただし話を元に戻していくと、この日本の根っこのところだけは話が同じになってもこれだけは言わなきゃいけないと思うから今申し上げてるんですけど、さっきの父方母方で言うとですね、僕は青山茂春ですよね。これも一番よく分かってもらえる、皆さん誰でもそうです。青山茂春ってことは親父が青山ですよね。親父の親父、つまり、僕から見たおじいさん、あれひいおじいさん、みんな父方青山ですよね。だからずっと辿っていきますよね、祖先まで。でこれはまあ余計な話なんですが、僕の死んだ親父によると、うちのご先祖を辿っていくと一番最初は強盗だそうですよ、ね、これ強盗の慣れの果て。ただその強盗が戦国時代を通じて関東武士っていうかっこいい呼ばれ方に変わったらしいと。でだんだん西国に移っていって、長崎から見たら分かんないかもしれないけど、播磨っていう地域があって、神戸の上あたりですね、摂津播磨、山田錦っていう日本酒のおいしい米が取れるところ、だから神戸で灘のキーポンっていうお酒があるんですが、まあ、その辺りに定着したと。でその一族の一人として僕は神戸に生まれたと、ね、一方おふくろは今岡山県になってる津山藩っていう、まあ、当時の名藩の、これは立派な家系の武家の娘で、おふくろは死ぬまでそれを誇りにしてましたよ、ね、でおふくろの旧姓今田っていうんですよ。どんなにいいお家であっても青山じゃないんです。だから系統が母方に移ったら、今田に移ったら青山の系統は終わりです。これ誰でも分かりますよね。男女関係ないんですよ。その証拠に日本には女性天皇は8人いらっしゃるんですよ。皆さんご存知ですと、持統天皇とか光玉天皇とか、まあいろんな名前上がりますけど、8人10代、ね、1人で2回やられた方で2人いらっしゃいますから、まあ、8人10代人数でいうと8人いらっしゃる。8人の女性天皇は全て即位されて天皇陛下になられた後ご結婚されてません。お子様もお産みになっていらっしゃいません。なぜか母方に移らないようにです。あくまで父方の中で臨時に勤められた、ね、ということは小泉政権の方針で愛子内親王殿下が即位された後に、ね、この伝統を守るんだったら愛子内親王殿下にご結婚なさらないでくださいってお願いするんですか。あるいは
結婚なさってもお子様はお産みになってはいけませんと私たちは申し上げるんですか。古代の女性天皇8人は皆さんそれを引き受けられたんですよ、ね、なぜかというと皇位継承が難しくなるっていうのは今に始まったことじゃない。僕は記者時代もこの議論をしてましたが相手の政府高官があなたの言ってることは理想論すぎないと。昔は天皇陛下に側室がいたから男の子は作れたんだ、今は側室いないから無理だって話してるだけだと、あなたは現実知らないとおっしゃったんで、当時まだ記者ですけど嘘を言わないでくださいと。これは受験勉強にないんですよ。中学校、いや小学校、中学校、高校、東京大学、早稲田大学、慶応義塾大学、京都大学、長崎大学、九州大学、どこでも教えないんですよ。だから政府高官も知らないんですよ、ね、まず天皇陛下に即位していたことはありません。これは武家の話であって、即位というのはだいたい用語が違ってて妃っていうんですよ。お妃っていうのは本当はいわゆる武家でいうと即位のことです。皇后陛下以外の女性はお妃なんですよ。まず即位って言葉を使うこと自体が何も知らない証拠ですよね。それだけじゃなくて、かつてはそのお妃がたくさん天皇陛下にいらっしゃいましたが、それでも男の子がいなくなって皇位継承ができなくなって、例えば古代の時代に福井県にいらっしゃった御聖尊っていうのはですね、血筋が非常に遠くなる、ね、の方を連れてきて、でも神武天皇につながってるから即位していただいて、それが慶太天皇です。慶太天皇は体をつくっていう送り名になってるのは、ね、天皇陛下が亡くなった後にお名前がつくんですが、送り名が慶太、体を継ぐと名前になってるのはそのためです。だから妃、間違って言うと側室がいるいない関係ないんですよ、ね、だから危機が生じるから女性天皇が長継ぎで自らを犠牲になさって即位にされた後は結婚なさらないし、お子様もお産みにならない、ね、それは古代だからできたことですけど、現代の学習院であっても現代の教育を受けられた愛子の愛親の殿下に、あの理事的で素晴らしい愛子の愛親の殿下に結婚なさるなとかお子様を産むなって要求するんですか。そんなことできるわけないし、する必要がない。僕は皆さん選んでもらって国会議員になったので、これは活用しなきゃいけないと思ったから、参議院の決算委員会って大事な場で質問するために情報機関を呼んで、国会議員はお役所に来てもらうことができますから、偉そうに呼ぶんじゃないですよ。議論したいって僕は来てもらいますが、情報機関に来てもらって GHQ が廃止した宮家っていうのは室町鎌倉のあたりに日本人が考えた知恵で、ずっと濃い継承がいなくなるからリザーブを作っておく、ご当主が必ず神武天皇につながる父系一系の男子でないといけないです。さっきのような問題が生じるから、これをなんと日本は戦争に負けるときに11も作ってたわけです、ね、それは妃がいなくなったことも関係あって、それを GHQ が全部廃止したんです。アメリカ軍は頭が良くて、長崎に原爆を落としたアメリカ軍のことを、相手をよく理解することが大事だからあえて言いますとね、例えば僕が学校の時にね、アメリカは日本を民主化してくださったと、ね、経済の民主化もしてくれた、財閥を解体したんだ、今でも覚えてますけど、日教祖だけ悪者にしてもダメです。誰かを切り捨てちゃダメです。同じ日本人なんですから。日教祖と関係のない、僕の通った中学高校は長崎も多いミッションスクールですから、日教祖の先生いませんでしたよ。でもそういう先生がアメリカは経済を民主化してくれた、なんとなれば財閥を解体したんだと、ね、その時僕は中1の子供ですけど、ほんまかなと、なんか話がいつも都合いいなと思っただけでした。でもやがて大人になって専門家になってよく分かったのは、特にアメリカ側と議論してよく分かったのは、アメリカは日本の強さの根っこを見抜いてた、イコール今の中国の弱さです。幕末の時に、幕末って1853年のペリーの来航から始まって、たった15年で1868年に明治維新を達成しますが、その間の大混乱の中で長崎も大きな拠点になさった坂本龍馬さんが、ね、まず軍事的な
中国の革命のようなやり方を否定した。龍馬さんが暗殺されてなければ戊辰戦争もあるいは上野の彰義隊や会津の白虎隊の悲劇もなかったと思います。同時に、まあ、それは龍馬さん暗殺されてしまったから油断してて暗殺された。僕は危機管理の専門家ですが、人の危機を管理するのは仕事で、私は自分の管理しません。だ例えば青山ちゃらかせはそのうち龍馬さんみたいに殺されるというのをこういつも言ってますよ。いいじゃないですか別に、はい、いつでもいらっしゃい、はい、今日でもいらっしゃい。話を元に戻すと、龍馬さん本当は蔵の中に逃げてるはずが暑苦しいって言って隣の普通の家屋にいたから、しかも刀を外していたから脳天を割られて死にました。それは龍馬さんの責任です、ね、僕もそういうことは注意しなきゃいけないのかと思いつつ、僕は自分を守ったらおしまいですよ。守る会は国を守るんですよ。自分を守るような国家議員はいらない。人のために死ぬのが仕事なんだ。話を元に戻すと、龍馬さんが報われない土佐藩の人々を何とか盛り立てようとして、やがてそれは陸奥宗光のような死んだ後の生還につながったけど、経済については土佐藩の地下浪人、地下って地下と書く、浪人はの浪人です、武士は武士ですけど一番低い階級の地下浪人の岩崎弥太郎にいきなり経済はおまんがやれって言ったんです、ね、長崎だと龍馬さんの土佐弁ある程度通じるんじゃないですか。特に花街でよく使われてたから、ね、経済はおまんがやれ、それはつまり経済は官がやらないって意味です。民間がやれ、今の言葉で言ったら民間の産業資本を作れと。岩崎さんは唯一評価してくれた、あの嫌われ者の岩崎弥太郎さんが龍馬さんに言ってもらったんで三菱を作ったんです。この財閥は帝国陸軍の悪い部分と結託して変なこともいっぱいやったけど、でも今の中国経済は民間の産業資本がゼロです。さっき言いました風力発電のゴールドウィンドっていう大きな会社も民間会社に見せかけて本当は共産党と軍部の言いなりの会社です。これが中国の最大の弱みで、だから僕はチャイナ行くとあなたたちは滅ぶであろうって言ってるんですよ。なぜか日本の勃興がその証拠なんですよ。民間の産業資本を持つってことが一番強いんです。合衆国はまさしくそれで大きな国になったから、日本に占領に入ってきた時に、原爆投下した後に入ってきた時に民間の産業資本を解体したんです。その時に上手な理由をつけた、さっきの認知戦が別に中国の専売特許じゃなくて米軍もやったわけですよ。日本が悪かった、いわば発端はこれじゃないですか。現代の認知戦の発端は1945年の開始の52年まで続いた7年間に日本が悪かったんだと。なんと広島の原爆記念公園に過ちは繰り返しませんからって、俺たちが落としたのか、国民に落としたのはアメリカだろうということすら語られない。これはよくご存知の通り、ね、War Guilt Information Program ってアメリカで言ってますけど、要するに悪かったのは自分だっていうことを今の言葉で言ったら認知戦をやったわけです、戦争が終わった後に、ね、でそういうことも含めて長崎のように新しいものを取り入れてきた町は考えていただきたいってことをずっと繰り返し僕は話してるんですが、さっきの経済のところもう一回戻ると、日本の強みはその後岩崎弥太郎の成功を見て住友であれどこであれ財閥が出てきて、アメリカはその強みを知ってるからそれを全部解体した、ね、未だにその片鱗に苦しんでます。さっきのアメリカの GE、 日本で言ったら日立みたいな会社、そこの欠陥炉をなぜ日本が買わなきゃいけないんですか。本当の民間ベースで考えたらこんなことするはずがない、ね、官にお任せっていう考え方だから、通産省がそう言うんだったら東京電力も半分官みたいな会社でしたから、事故前は特に今もその面は残ってますよ、ね、それを民間の力から打開していくのが国会議員の務めなんですよ。お役人の味方するんじゃなくて
議員内閣制 100% 生かして議員会館の部屋にどんどん役に入れてどんどん議論をする。皆さん今司会の五島列島のホープ井出口先生動いたってことはそろそろ時間がというプレッシャーみたいですが、本当は一番皆さんと話し合いたいのは自分の力を信じてほしいってことです。まず今の話の続きで言うと、日本はアメリカに民主主義を教えてもらったんじゃない。これはもうこの動画で何度も言ってるから繰り返すのやめようかと思ったけど、今日僕は舞台からずっと降りてますけど、ちょっとこういう小高いところに古代の時代に仁徳天皇がお登りになって今の奈良県あたりで飛鳥の地で登られて庶民の暮らしをご覧になって、ご飯時、夕ご飯時になっても煙が上がってない、ご飯を炊いてないんだと、だから税金をゼロにすると、そして実行された、しっかり検討しますの岸田総理と違ってすぐに果敢に実行された。そうすると陛下は収入が途絶えた、お召し物がまずボロボロになり、そして宮殿の屋根に穴が開き 雨が入り、宮殿の塀が崩れ、ついには食べるものがなくなっていった。その時に仁徳天皇の、これは妃じゃなくて皇后陛下が、陛下もう税金を元に戻してください、何年間も税金取るのやめたではありませんかということを仁徳天皇に、いわば皇后陛下、まあ、奥様という言い方はよくないけど一番近い奥様がおっしゃったところ、仁徳天皇は何とお答えになったか。日本書紀っていう、これ勉強しなくても読めます、じーっと睨んでください、日本人の書いた漢文ですから伝わってきます。生き生きと書いてあるのは、陛下は何とお答えになったか。いや違う、民が止めるが臣が止めるなり、ね、そういう言葉じゃないけど、これも現代語訳すると、いや違うよと、民衆が幸せになることだけが鎮、鎮というのは天皇陛下の一人称です、私の幸せであると、こんなことを言った帝皇帝王様は世界にいません、ね、この話を、まあ、長年してきたんですけど、大学の先生から丁寧にお手紙までいただいて、仁徳天皇は実在しないと、青山さんを信じて公園に行ったら実在しない話をしてると、やっぱり右翼なのかみたいな手紙をもらったんですが、僕はその方にお答えしたのは、僕は仁徳天皇の実在説です、間違いなく実在されたと思いますが、仮に架空だったらもっとすごいですよね。人のために生きる、自分の幸せより人の幸せことが大事なんだと、ね、しかももう一回あの演台見てください、小高いところから民の暮らしをご覧になったと簡潔に日本書紀に書いてあるけど、その民の方は階級いろいろあったはずですよ。今の言葉で言ったら学歴が違い、年収が違い、社会的立場が違い、一切関係ないってことをおっしゃってるんですよね。すべて民は平等であって、その民がみんな考え方が違っても立場が違っても学歴や経歴が違っても幸せになるべきだということをおっしゃってるんで、民が思う民主、本物の民主主義、アメリカみたいに多数決で決める民主主義じゃない、独裁者が決める中国ロシア主義でもない、意見の違う民の暮らしをそのまま尊重し一致点を探そう、ね、その祭りごとを古代の時代に架空の人物なのに日本書紀に書いたとしたらもっとすごい話ですよ。日本はあの時代に国家の理念ってことを打ち出していた、僕は実在だと思っていますけれども、このことは日本がこの独裁主義でウクライナの赤ちゃんが殺され妊婦が殺される時代に日本が何をしなきゃいけないのか、その根幹を一番教えていることであり、仁徳天皇の時代だけじゃなくて今言いました通り不敬一敬で天皇家は続いてきました。天皇家のお仕事何ですか、祈るだけです。さっきペーロンのこと言いましたよね、長崎のペーロンのように有名じゃなくても全国各地どこ行ってもお祭りはあります。お祭りの目的何ですか、本当の目的は人の幸せになることですよね。おみこし担ぐときに自分だけ幸せになりたいと思って担ぐ担ぎ手がいますか。地域に住む誰でも幸せになりたい、して幸せにしたいと思ってみこし担ぐでしょ。お祭り、祭りごと、
日本語の政治という言葉は本当は祭り事なんですよ。ひらがなで書く、まあ、漢字で書いてもいいけど、その漢字は実はお祭りの祭りです。英語の politics、 翻訳した政治とは意味が違うんですよ。本来の日本はそれです。だから昭和、ごめんなさい、昭和じゃなくて聖徳太子の時代に十七ヶ条憲法を作りになった、あれが本当の日本の憲法です。和をもって尊しとなしと第一条に書いてあって、あとでネットで見てください。第十七条もほぼ似たようなことが書いてある。どういう意味ですか。今これ250人ぐらいいらっしゃるでしょ。ここで和をもって尊しとなしっていうのはなーなーで済まそうって意味じゃないですよ。僕は小学校の時にそう教わって、これも違うんじゃないかと思った。違います。なーなーのことなんか言ってない。和をもって尊しとなしっていうのは違いを大事にすると、多数決で決めるな、ましてや独裁者が勝手に決めるな、みんながみんなの考えを持ってそれぞれ主人公で、その上で和をもって尊しとなし、一致点を探せ。日本政治ほど理念がはっきりしている政治はないです。アメリカに負けて民主主義が教わったんじゃない。そして同時に世界の違う文化を理解していることは大事だから、僕のふるさと神戸は歴史が浅いけれども、ちっちゃい頃から黒人の方、ね、この九州も昔のライオンズがすっかり変わってしまったけど、ね、今まあ強いですけど、神戸の昔の球団は阪急ブレイブス、そこが初めて黒人のバルボン選手って黒人のプロ野球選手がいたんですよ。だから神戸に生まれた人間は外国人だから差別するっていう感覚がないですよ、ね、どこがそれ大事かというと、周りを広く知ることによって自分が分かる、日本の値打ちが分かる、そういう教育を本当は長崎でもやらなすべきだと思うから、本当にこれは例えば山本さんが夏の参院選挙でこの長崎の代表として選ばれたら、県会司会と協力をして教育のあり方を変える。教育のあり方、今までの僕らの国会で前回から質問が出たんで、どうしたらいいんですかと聞かれましたから、僕は自分がやってきたこと、現場でやってきたことしか言いませんから、これも現場に即して言うと、国会議員になる前は、なる前からずっと続けたのは物書きです。で、それは今も同じ。今日何日でしょう。今日29日、明日明後日にですね、長崎の本屋にも一挙3巻出すっていう、信じられへん、売れるはずないやんかっていう。だって3巻一緒に買ったら5000円近いですよ。予約したん、ね、だから作家であることはずっと同じなんですけれども、シンクタンクの社長をやってて、この独立総合研究所っていうのはですね、利益追求しないんですよ。なぜか、民間がやらないとダメです。官任せにしてるから、おかしなこと、揚力風力発電とか気がついたらやられてるんで、民間が外交安全保障、国防、危機管理、資源エネルギーやらないといけないんですよ。だから本当は国会議員になるよりもそっちを続ける予定だったわけですけど、もうここには戻りません。三代目社長がいますから、僕は戻るって言ったら話がおかしくなるんで、とりあえずはこの夏の参議院選挙に出て、まあ300歳ぐらいまでは続けようかと。なんでそこで拍手してもらうっていうのはいいことなのか、よく分かりませんが、ちょっともう話を締めくくらないといけないんですけど、でも質問をお受けしたいと思うんで、質問時間残したいと思うんですが、さっきの十七ヶ条憲法と日本の民主主義のところに戻ると、私たちの持ってる値打ちをこの長崎みたいにお祭りの中に中国文化取り込んだりしてる、ね、それはむしろ文化って必ず比較文化論なんで、人間は他のものと比べることによってしか自分の値打ちは分かりません。それと僕は東大と近畿大学の学生に教えるときに言ってるのは、学問の始まりは分類なんですよ、ね、例えば人間と猿の違いとか、あるいは哺乳類と爬虫類の違いのように分類することから始まるんです。学問の始まりは全部それです、ね、ということは比較してるんですよ。だから神戸は歴史が浅すぎるけども、歴史の浅い神戸であっても、歴史が古い長崎であっても、異文化を吸収してきた歴史っていうのは本当は自分が誰であるか、ね、Who is 日本人、日本人は誰かっていうことが一番分かる土地なんです
そして中国の侵食を防ぐ最前線としての長崎。長崎は今日も雨、古すぎるよ歌が、はい、長崎は今日も日本を守る最前線だと、戦争を起こさせない抑止力を発揮する最前線だという誇りを持っていただきたいと思います。はい、じゃあ五島列島の誇る井出口太の司会によってこれから質問タイムですか。はい、誰が当たるかは全部太の専権事項なので、まず太君に流し目を送るんです。当たりたい人は太さん当ててよという。はい、じゃあ質問ある方どうぞ。すげえ、今の声が太に気に入られるかどうかが問題です、はい、お、気に入られた。あ、今声はこちらの方です。あ、違うんだ。はい、はい、どうぞ。すみません、私は、もともと鹿児島県出身で今は佐賀に住んでおります里村と申します。はい、よろしくお願いします。九州の中で流転の人生を重ねている。はい、どうぞ。青山議員におかれましては、国民、主権者の代表として国会に身を投じていただき、日々国権のために、頑張っていただいて感謝いたしております。いや、ありがとうございます。はい、質問ですけれども、うん、6年前の参院選の時に青山議員は、うん、日本の国の在り方について熱く語っておられまして、私もそれに、非常に、共感しまして投票させていただきました。ありがとうございます。中んずく、憲法9条の改正に関しては、はい、私は急務であると考えておりまして、うん、その時に、青山議員は、憲法9条改正の道筋をつける、そして、同時に国会議員として、納期があるというふうにおっしゃってました。今一期がもうすぐ終わられようとしております。振り返られて、総括をしていただきたいということと、はい、それから2期に向けての意気込み、こちらを聞かせていただきたいと思います。お願いいたします。はい、まず今納期のことをおっしゃったんですけど、よく覚えてらっしゃるというか、僕の6年前選挙運動はなくて、ただ遊説しただけだったんです。そもそも出馬決めたのが公示の数日前っていうめちゃくちゃな話でしたから。ただその納期の話は今もとても大事で、今日来ていらっしゃるこの議員職以外の方はみんな納期あるじゃないですか。納期のない仕事、いついつまでにお願いねがない仕事ってないですよね。例えば小売業でもその商品を置いてるような期限があるわけですよね。国会議員、地方議員、とにかく議員だけ納期がない、事実がないっていうのはおかしいと。で1期6年で自分は辞めようと思ってましたから、1期6年を納期と定めました。ただし、まあ、その時には言わなかったかもしれないけど、やっぱり6年は短いです。で 何にとって短いかというと、憲法改正にとって。それはですね、もう一つ拉致事件の話もしないといけないんですが、まず憲法のことで言うとね、大日本帝国憲法、いわゆる明治憲法をご存知だと思いますが、これも一字一句変えてないんですよ。で明治憲法は急いで作ったにしては良い憲法だけど、明らかにおかしな点があって、主権者が天皇陛下と定めてあります。今1億2400万人の日本人が主権者ですが、明治憲法は天皇陛下をお一人と定めてあるんです。ところが権限がない。したがって日米戦争に最も反対されてた昭和天皇の大見心と違って真珠湾攻撃に至った。その前に日独伊防共協定、ヒットラー・ムソリーニを一番排除されてたのは昭和天皇でいらっしゃいました。これはもう公式の記録からも明らかだし、僕は記者時代に昭和天皇の崩御とぶつかれましたから、見事に全員亡くなりましたけど、当時はまだ生きてらした側近の方々の証言でも、ヒットラー・ムソリーニのようなならず者と組むなと、米英のような民主主義の国と日本は組むんだと。日本はどうしたか、なぜかというと日本はもともと民主主義だから。だから今日僕は仁徳天皇や聖徳太子の件でお話したようなことを昭和天皇はよくご存知だったわけですよね。それなのにその大見心、主権者の意思が実行されない。そして帝国議会はあるけど内閣との関係も今みたいにはっきりわからない。だからある意味未成熟なぐちゃぐちゃな憲法だから、よくわかんないまま大見心に逆らって日米戦争の突入した。それまでの戦争よりも日米戦争が一番致命的です。アメリカと戦ってなければ
今も連合艦隊は東シナ海に浮かんでて、中国艦隊が妙なことをするってのはできなかったと思います。ということは、もういつも言ってるんですけど、紙の裏表、人生全部そうです。良いことは必ず悪いことと繋がる。成功は必ず失敗につながる。逆に言うと失敗は必ず成功につながっていく。したがって日本人は決められたことは必ずできる。僕は世界中回ってきましたが、その国のどこ行っても朝決められた時間に働く人が出てきて、決められた時間までは働かれて、1週間に3回も4回も自分のお母さんが死んだりしない。これを僕に言ったのはイタリアに駐留しているアメリカ軍の将軍で、在日米軍基地にいた時は良かったと。イタリアに移動したら一人の従業員のお母さんが、ね、週に何回か死ぬと。母が急に亡くなったんで出られませんと。しかも夕方大きなテーブルとかも結構なくなると、ね、これ別にイタリアの悪口言ってんじゃなくて世界中よく起きることで、日本一切起きないんですよ。そういう素晴らしいことと裏表なのが、決めたことは変えられないんですよ。日本国憲法が一律変えられてないだけじゃなくて、自由民主党の責任です、ね、自由民主党を作って67年経ってますから。自治憲法を作ると言って一律変えてないんだから、今日の話とは同じで、立憲民主党や共産党のせいじゃない。自由民主党が自ら変えようとしなかった、ね、でも同時にそれは自由民主党は国の国民の性質にすごくこう柔軟に合わせる政党ですから、決めたものは変えたくない、変えられないっていう政党そのままなんですよ。そうすると1期6年、しかも参議院は今までいわば付け足しだったわけですよ。山本さん聞いてる？あなた漬物になっちゃダメよ。あ、じゃないや、付け足しになっちゃダメよ。今の意図的な冗談ですよ、ね、参議院は衆議院のちっちゃい小選挙区から出た議員の誤りを正さないといけないんですよ。例えば僕の親しい人であえて言えば下村博文、ね、今の中央政治大学院長、元は文科大臣でとても大事な政治家ですけど、選挙区は東京都板橋区ですよ。板橋区議と全く同じ小選挙区ですよ。広さも地域も人口ももちろん全部、ね、だからそういう地域代表の意見を大きく正していくのが参議院の役割です。ということは見かけはさそうでも圧倒的に衆議院の方が優位に立っている。憲法上もそうです。予算と条約は衆議院優越ですからね。衆議院が決めたことが優先される。その中で1期6年で決めたことは変えられないって日本人の性格を乗り越えて憲法を変えるには足りないです。でもこの参議院選挙、岸田総理に僕は申し上げて、安倍元総理にも申し上げてるのは、安倍さんでは会見できないんですよ。論争を呼んでると日本ではできないんですよ。日本では論争を呼ばない人でないとできないんですよ、ね、ちょっといつもに対して例によって答えが長いんですが、割と最近にね、アメリカの国務省って外務省のことです、そこの友人から、まあ、暗号化されてますけど電話かかってきて、ね、He did nothing って言ったんですよ。岸田総理何もしてないと。で僕はもうムッとしたんですけど、お前に言われたくないよって。バイデンが何したんだと、ね、ウクライナにも入らないんでバイデンが何したんだと、ね、Your president also did nothing、 お前の大統領も何もしてねえよって言ったんですけど、そんなことはめげるやつじゃないから、俺が聞きたいのは何もしてない彼がなぜ支持率があんな高いんだと。で彼は日本の大使館に見た経験があって、チニチャで日本語できませんが、産経新聞と FNN フジテレビの合同世論調査で7割に近づいたんですよね、支持率が。どうしてだいっていうから、すいません一瞬英語ですけど、僕は答えたのは Because he is not so controversial って言ったんです。 Controversial、 カタカナで言うとコントラバーシャル、これ論争を呼ぶとか論争的とか物議を醸すとか、もうずっと論争なんですよ世界中。岸田さん論争呼ばないんですよね。予算委員会見ててもね、僕予算委員6年やってますから間近に歴代総理見てますけど、岸田さんってね、野党が聞いた質問を必ず繰り返すんですよ。今消費税は下げるべきだとおっしゃいました。よくその理由分かりますよね、よく分かりますよね、しっかり検討しますね。まあ、消費税だけは下げないとおっしゃるけど、全体的に相手の主張を繰り返すので答弁時間の大半使ってよく理解できますと。この間共産党が
大企業が持ってる、ね、内部留保に期間限定で税金かけてそれを中小企業の賃上げの財源に回せって言ったんですよ。僕はその場で拍手したんですよ、ね、で総理何と答えるかと思ったら、今おっしゃったのは大企業に税金をかけて中小企業の賃上げの財源にしろということですね、素晴らしいですね、私賛成しますって言ったんですよ。でしっかり検討しますと。野党がもう油汗流して苦しんでるのよく分かる。安倍さんみたいな向きになって、ね、森友関係で何かやったって言うなら総理も議員も辞めますよって、それはやっと大喜びですよ、論争的だから、ね、でもそういう岸田総理だから今回の参議院選挙は、山本さんもよく分かってらっしゃると思いますが、憲法改正を、ね、9条も含めて正面に出せる機会です。だから今までの6年ではある意味岸田さんとも長いこと話してきましたが、僕らに基礎は作ってきたけど、この納期6年では憲法改正には足りない、12年で足りるかって言われてもまだはっきり言えない。もう一回言いますが、日本人は2000年を超えて決めたことは変えないってなってきたんです。それをついに変えるんですよ、日本の最高法規を。それに時間かかるのは事実ですけれども、しかし同時に拉致被害者の救出を考えたら9条を変えて外交交渉で返してくれないんだったら自衛隊が取り返しに行きますよと、ね、言って初めてしたたかな北朝鮮、半島国家は中国と日本に挟まれて長いこと苦しんできたんです。今も同じです、本当は。だからしたたかです。取り返しに行きますよって言って戦争が始まるんじゃなくて急に外交交渉になります、ね、で僕は最近主張しているのは、この憲法改正が拉致被害者の救出に間に合わない、つまり政府認定した17人、本当はもっと多いですよ、拉致被害者は。でも政府が確信を持って認定できたのはまだ17人だけです。簡単に言うと、その親御さんは34人いらっしゃったわけです、ご両親が、ね、そのうち生きてらっしゃるのお二人ですよ、今横田めぐみちゃんのお母様の早紀江さんと有本恵子ちゃんのお父さんの有本昭弘さん、両方とも歩けなくなって歩きにくくなってバイデン大統領とお会いになった時に座ってらしたでしょ。バイデンさんが腰をかがめて目を合わせて話してくれました。それで自由民主党の、あ、じゃない、超党派の拉致議連が総会開いたんで、僕はその場でもう反感買ってもいいから、はい、あなたと同じように手を挙げて言ったのは、バイデンさんが優しくしてくれたら拉致被害者帰ってくるんですかと。拉致被害者が17人なわけないんですよ。例えばここ長崎ですけど、富山県富山湾、その海岸から歩いて5分のところに住んでた水島新一っていう高校3年生の野球部キャプテンが期末試験終わってバットを持って素振りしてくるって海岸線に行って帰ってこなかったんですよ。夕方になって帰ってこないから家族探しに行ったらバットだけが転がってたんですよ、ね、この水島新一さん、富山湾ではたくさん拉致事件が起きていると思われるのに一件も認定できてないんですよ。この認定できてない人々のことを、ね、特定失踪者、失踪する行方不明になる人って年間 7,8 万いるんですよ。借金苦とか家庭の不安とか皆さんが思っている多いですよ、ね、でもその中で868人を警察庁が借金とか家庭不安の理由がない人と実は認定、まあ、事実を認定してて、その中に間違いなく北朝鮮に拉致された人がいる。でもその家族に、特定失踪者の家族に安倍総理も会わなかったし菅総理も会わなかったし岸田さんも会わないんですよ。だから拉致議連は超党派の議連として岸田総理に特定失踪者の家族とお会いになって、例えば水島新一さんのような方をすぐ認定すべきだと。日本がこうやって新しい動きをしなきゃいけない。もう一つ、憲法9条がこのままでも自衛隊が救出作戦の演習をしなさいと、ね、自衛官はその用意できてるんですから。救助もさすがに演習まで気に入ってるわけじゃないから、演習をして近づく参議院選挙、そして総選挙だっておそらく2024年に岸田総理考えてると思います。あと2年しかない、ね、その今の参議院選挙と次の総選挙で国民の意思が示されて憲法が変わったら、演習してた自衛隊はすぐにでも朝鮮半島行くことができる。そのプレッシャーで交渉が変わると。
はい、そうすると拉致事件については憲法みたいにいやいや6年の任期では足りませんねって言ってられないから今それを申してるんですが、まあ僕を支持してくださってあなた様のように6年前に票を入れた人の中に青山さんが言ってた納期の話は正しいと、青山さんがもう一回出るってことは1期6年の納期では足りなかったということで悲しい気持ちもある、その通りですよ。ただ当時に同時にアメリカは作ってまだ240年しか経ってないです。独立宣言1776年です。日本でいうとまだ江戸時代ですよ。若い国というのは作り変えるのは簡単ですよ、ね、例えば税金も、ね、お互いの牧場を制しているところの柵を誰がお金出すのか、お前10ドル、いやお前1ドル、私10ドル、それは税金のもとですよね。でも日本では気がついたら租税制度があった、気がついたら天皇陛下のご存在があった、ね、気がついたら豊臣秀吉の刀狩りが終わっててアメリカの銃事件みたいなことは起きない、気がついたらいろんな制度があったんですよ。これを意思を持って変えるっていうのはアメリカとは比較にならない時間がかかるんですよ。これは僕はいい悪いとは実は思ってない。日本は伝統の重みがあるから納期は本当は長くあるべきです。だから選挙制度も本当はむしろ皆さんの意見と違うかもしれないけど、特に参議院は任期10年でもいいと思いますよ。その代わりもっと人数少なくする、ね、でもその全部合わせて言うと僕は1期6年やってみて随分変わりました。特に天皇陛下のご存在を不敬一敬で守るっていうふうについに岸田政権で事実で実現したということは、これを変えさせない、もし僕が議員辞めたら間違いなく逆流を起きる。経済産業省、今日ほとんど話しませんでしたが、自慢資源なんてないって言ってたのがこの6年間で大転換して人事まで全部入れ替わって、今から5年後の2027年にはメタンハイドレートを商用化するまで言い切るようになった。萩生田経産大臣も国会答弁でメタンハイドレートから水素作れるから大事だと言うようになった。これ間違いなくたった一人ですけど、僕は辞めたら経産省は人事全部入れ替えて、自前資源やっぱり無理でした、量が少なくてコストかかって無理でした、言い訳なんかいくらでも今までも言ってきましたから、あっという間にいややっぱり輸入しましょう、もう水素もオーストラリアの売れなくなって困ってる、質の悪い石炭、褐炭って言うんですが、そこから水素作るって話に岸田総理も乗っかってるじゃないですか。また高い値段ですよ、ね、輸入するんだから。値段がこれだけ高くあったらですよ、今ずっと真ん中で話したんで前半分の人見えなかったですけど、値段これだけ高いと皆さん困るんですよ。この電気代ガス代に直結してるんですから、去年より3割電気代上がってるんですよ。電力会社が負担してるんじゃなくてあなた様が払ってる電気代ですよ。でも値段が高いと利益を数元取ったらマージンこれだけあるんですよ。これだけ値段あったらマージンこれだけあるじゃないですか。僕らがやってる自前資源は新潟港から出港して振り返ると新潟の街の明かり見えるんですよ。やがて北に行くと佐渡の明かり見えるんですよ。目の前ですよ。いわば元をたどれば同じ天然ガスをカタールっていう8000数百キロの国から取ってるから買ってるからこんな高いでしょ。でも僕らのやってることは実現したらこんなになっちゃうんですよ、値段が。とマージンこれだけじゃないですか。だから九州電力も含めて今の既得権益はもうガラガラに姿は変わらなきゃいけない。それをもうこれ正直僕の本音で言うと、たった6年で経済産業省が人事までガラリと入れ替えて一人の議員によってこんなに変わるっていうのは僕は未だに信じがたい思いですよ。経産省にも聞いたんですよ。なんでこんなに変えるんですかって、ね、その経産省の方もお前に聞かれるかって顔しながら答えたのは、いや青山さん声大きいですからって、これ本当に言われたんですよ。声が大きいということ聞くのかって、ね、本当はなんて言いますかね、あの選挙の数日前に出るって決めて50万票近く入ったっていうのはショックなんで、これはね日本はやっぱマシな国だと思うんですよ。僕を見てるんじゃなくて僕の後ろのあなた様を含めてみんなを見てるわけですよ。選挙運動してないですよね。遊説しただけで長崎なんか来れなかったですよ。東京大阪でほとんど、名古屋と福岡が1回ずつ、ただ選挙カーで勝手に遊説してるだけ、支持団体ゼロ、選挙運動資金もないに等しい。それで50万近い
それにおののいた。それは民主主義の最たるもんですよ。そこは僕は日本は世界の先進国の中でもトップランナーだと思う。民意を考える、まあ屋根がとすると気にするってことだけど、国会議員を見てるんじゃなくて国会議員の後ろの有権者を見てるっていうのはそれは正しい。でも同時にこれいなくなったらですね、要するに今まで通りこれだけ高い値段、日本は資源がないんですと、自前資源、青山って変なやつが来て6年間やったけど結局物にならないと、いっぱい言ってるじゃないですか。評論家が YouTube でスポンサー代もらってる人が言ってるじゃないですか。そう言ったらみんな、あ、そうなのかと思うでしょ。それが認知戦だと言ってるわけです。そこに中国の影もさしてますよと。日本が自前資源持ったりしたら中国がやろうとする洋上風力発電なんて、洋上風力発電なんていらないじゃないですか。長崎の耕作地を荒れ果ててどうするんですか。長崎の海を壊れたタワー式や浮体式のかつて風力発電だったものが長崎の海にいっぱいいたら、五島の漁家の方はどうなるんですか、ね、それを考えたら三木目の意気込みとおっしゃったけど、とにかく今始まってる変化を前に進めると同時に後戻りさせない、後戻り企んでも無駄だと、依然として次の6年も絶対政治献金1円も下らない、パーティーも一度も開かない、団体支持もいらない、派閥にも入らない、安倍さんがニコニコしても入らない。この間新幹線で麻生さんに会ったらニヤーって笑われましたけど、麻生派さんにも入らない、ね、完全無派閥で今までのやり方を続けて、外務省の中、経産省の中、なんと財務省の中にも良心派を育てていって、東大の僕の教え子が役所に入っていくっていうのも、大きな、本当はまだまだ若いけど見えづらい力になってる、ね、でそういうことを力の続く限りは山本さんと連携して、山本さんもね今日覚悟がさらに定まったと思うから、そうか、俺は人のために死ぬ仕事を選ぶんだと間違いなく考えてくれたと思います。ちょっとでも疑いが出たら僕が虎狩りにしますから、ね、その代わりものすごい票を集めてください。票の数を役人が見てるっていうのは政治記者の時に分からなかった。やっぱ当事者にならないと見えないことは山のようにあります。でも最後に申しますと、でも納期がある、いつまでもダラダラやってっていいわけじゃない。憲法改正の経験がないからといって50年後っちゅうわけにいかない。それは何よりも自由民主党内部を変えないといけない。皆さん自民党っていうのを今日限りやめませんか。1955年西暦の戦争負けて10年、だから今日大半の人がまだ生まれてない。その時に自由民主党は当時の自由党と日本民主党が合同してできた。何のために合同したか、目標はただ一点、自主憲法の制定、ね、自主憲法の制定ってことは最初の一言から日本語で書き直すってことですよね。英文を訳した今の日本国憲法と違って自分の手で作るってことですよね。日本国憲法は事実として1946年に作られ、47年5月3日今のゴールデンウィークから使われ出した。当時占領中です。日本は国家主権ありません。日本製じゃない、非占領国家日本製です、ね、そのことを踏まえて考えれば自由民主党の決闘の精神は正しい。でもそれがいつの間にか自民党になり、憲法を変えないのはむしろ自民党で、今まで通りでいいんだと、資源は買えばいいんだと、安全保障はアメリカに任せればいいんだと、ね、日本がオリジナル民主主義、そんなこと言わなくてもいいと、アメリカに全部よくしてもらったんだと。そのアメリカどうしたんですか。バイデンさんこの間お願いに来たじゃないですか、ね、IPF ってわけのわかんない経済の仕組み作るから日本が入ってくれないと発足できないと。韓国の新大統領がその前に韓国は入ります、賛成ですって言ってるのに発足しない。よくあれ韓国我慢してますよね。日本に来て岸田さんが、うん、入ってもいいかなって言っただけで、はい発足です。東南アジア諸国もどっと日本を信頼して入ってきた。アメリカが弱った分、日本の存在感と力とそして役割と責任が増えてる。そんな中の地方議員の皆さん、あるいは後藤市長であり、中国と向かい合う後藤市長であり、そして国会議員であるということを考えれば、
まず守る会は自然にやがて安倍派を追い越して100人を超えなきゃいけない。したがって今日は県会議員をもう辞めてしまった山本さんの運命もいろいろ定まったんですが、当選したら守る会に入るそうです。あ、それ言うてへん、はい、守る会は完全に自由意志なので、はい、なんか背中に目線が集まってますが、その前にまずどれぐらい票を取って当選なさるかということですから、まあ、守る会入るのに条件はないんですよ。でね、ちょっと守る会の話ばっかりしてもいけないけど、なんともう一応2年半ぐらい経つんですよね。あ、もう3年目が近づいてるのか。74人、一人も退会者がいないんです。一人もいません。意見を割れたことは何度もあります。この皇位継承の提言案を作るときも、もうけんけんがくがく、カンカンがくがくの議論ですごかったんですけど、最後はまさしく17箇条憲法の精神で、そして特に意見対立したのは消費減税です。僕は代表として減税主張し、消費税必要だっていう守る会のメンバーたくさんいた。一旦俺は辞めますという人がいて、僕は止めなかった。もう大臣やった、言っていいと思うけど、斉藤健ちゃん、農水大臣やった、彼、経産省の役人のときから僕は長い親友ですが、彼が怒って、大会届け出してきたんで、あ、そうですかって受け取ったんです。しばらくしたら、戻りますと、ね。理由聞いてませんが、結局、大会者ゼロなんです。派閥、まあ、醜い、出る出ないとか、やってますよね。守るか一切ないです。74人。退会者がないままこうやって伸びてきました。でその歩み続けることは既得権益にとって大きな脅威だと思うので、そのためにも、まあ、僕が防波堤にならなきゃいけないと思ってます。献金受け取らない、パーティー開かない、知事団体なし、講演会なし、講演会長なし、どこ攻めるんですか。攻めどころないですよね。これは本当にもう山本さんにも言っておくと、他の議員が政治献金受け取られ、パーティー開かれ、ね、いわば清い財を集められ、そして派閥に属し、そして支持団体がある、全然構わないです。ただ守る会の代表だけはもう全部透明で、攻めどころがないでないといけないと思ってますから、それが私の役割であり、まあ任期を納期を考えつつ今後も務めたいと思ってます。よろしいですか。はい、3時までの予定だったんですが、ちょっと時間を超えてますが、最後にお一人だけどなたかいらっしゃいますか。僕からのあれだけど、女性がいいんじゃないの、男子があったけど、はい、女性の方どなたかいらっしゃいませんか。え、女性誰も聞いてくれへんの、何にも。あ、出た、はい、あ、ちょっとマイクでみんなに聞いてもらってください。私は青山先生を知ったのは本からでした。それで前の選挙の時ももう喜んで入れさせていただきました。そして私ももう年ですから、その時にずっと思ったことは、あの年を取った人間の大切な役目の一つはやっぱり若い人を育てることだと思うんです。でさっきあの山本さんとかなんか初めてお目にかかりますけど、先生のお話を聞いてるとやっぱり若い人を育てていかないと日本はうまくいかないと思いますので、あの寝る時間も少ないところをぜひ若い人たちのお話もたくさん聞いて、あのもう私の子供や孫たちがいい時代に暮らせるように、あのご協力っていうのかな、あの皆さんを指導していっていただきたいなと思いました、はい、あの質問にはなりませんけれども私からのエールです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あの今あのご質問というかそのご意見表明があったんですけど、お気づきの通り、あのどんな忙しくても例えば東大でいうと非常勤講師としては定年になっちゃったんです。国立大学の定年 でその後有志学生を集めて今も授業をやってます。だから近畿大学は私立で定年がないみたいで客員教授で教えてて、で同時にですねこの大学生に教えるだけじゃなくて一番大事なのはおそらく質問の中に含まれていたと思うんですけど子どもの教育なんですよね。
でこれはさっきちょっと言いかけて時間がないのでやめたことをあえて言いますとね、シンクタンクの社長やってましたね。その時に自然科学部って言って自前資源やってるところと、社会科学部って言ってテロ対策中心やってるところと、もう一つ教育科学部っていうのがあって、これ何をやったかというとですね、まあ、今もやってるんですけど、日本の学校教育考えていただくとですね、あるいはその前の日清日露、それから第二次世界大戦考えてもらうと、日清日露であれほど強い敵を打ち負かして、しかも日本海海戦でも水に落ちたロシアの水兵を全部助けたんですよね、統合艦隊は。そういう意味でも世界に冠たる日本艦隊、それがどうして真珠湾攻撃で待つ間違い、あれ船沈める必要なかった、ハワイにあった燃料タンクを襲えばそれで本当にアメリカ参戦できなくなった、その大きな作戦ミスもやるような軍隊になり、最後は原爆を長崎と広島に落とされて惨めな敗北を喫した。どうしてか、一つの大きな原因は、実は統合艦隊あたりまでの軍人は江戸期の子ども教育で育ってるんですよ。江戸期の子ども教育の最大の特徴は、世界に冠たる特徴は、年齢の違う子どもを教室に入れた。長崎も同じことですけど、庶民は寺子屋、武士は藩校、いずれにしても年齢が上の子とちっちゃい子を一緒に入れたから、上の子は自然に下の子の面倒を見て、だから思いやりとか慈愛の精神を自然に学んで、下の子は上の子に面倒を見てもらうから、敬愛ってことを、あるいは畏敬の念っていう人間の基本を学んでいって、しかも先生は横から見てて時々アドバイスくださるだけ、したがって自分の頭で考える、いわば人間の根本の自立した精神も自然に学んだ。そのシステムで育った子どもたちがやがて日本海軍、日本陸軍の中心になった。その時の日本は世界に冠たる日本だった。ところが明治維新でいくつか大きな間違いがありました。一つは西洋式の憲法を入れたことですけど、今日それ話す時間なかった。本当の日本語の憲法は十七箇条憲法のような人の生き方を示すものです。西洋の憲法っていうのは王様がめちゃめちゃするんで、王様に制限かけること、これが英語でいうコンスティテューションです。これ日本の憲法と違います。だから立憲民主党の言ってる立憲主義っていうのは単に西洋のことを言ってるんで、日本と関係ない話をしてるわけです、ね、でこれも間違いですが、一番大きな間違いは教育を変えて年齢横の輪切りにしたことです。僕らもみんなそれで育ったんです。そうすると今言った上の子が下の子の面倒を見る、下の子が上の子を敬って育つ、一切なくなったんです。そのために日清日露の成果があったら野郎時代になって、もう何でもできると思い込んだ軍隊が大敗北を喫することになったから、独立総合研究所の社長時代に僕がやったのは、実際ある大阪の学校と交渉をして校長の了解を得て、中に2クラス年齢違う子どもを収容するクラスを作ることで合意したんです、ね、ところがこれに一旦決まった方針に学校内から反対が出た、昨日は僕らの国会で組合って言ったんですけど、本当はその組合に教頭先生も乗っかってた。賛成したのは校長なのに、校長が指導力発揮できなくてこの話が潰れて、そして独立総合研究所はもう正直がっかりしちゃって、今教育科学部は少し動き止めてるんですけど、これできれば長崎のようないわば先進性のある土地で、もう一回言います、既存の学校に一クラスでも二クラスでも年齢が違うクラスを作って、その中で子どもたちがお互いをどういうふうにケアするかっていうのを先生が横から見るというのを一部でも取り入れることを始めてほしいです。西洋式の年齢輪切りの教育っていうのは西洋の間違った考え方をたくさん生み出してるんですよ。本当は個人主義っていうのも、それぞれの自立を大事にするっていうよりは個人の利益を大事にする、その資本主義でどれほどみんな苦しんだんですか。それもやっぱり年齢輪切りの教育ですよ。争うしかないから、だから偏差値とか東大が一番いい学校で近畿大学が偏差値低いとか、そういう考え方になるのも輪切りにしてるからですよ。年齢縦の教育してて偏差値とか出てくると思いますか、ね、まあ、有名な松下村塾も同じことですよね。年齢で輪切りなんかしてませんよ。だからそれを考えたら、まあ、国会議員としての仕事、要するに外交安全保障、それから危機管理と資源エネルギーは本当に忙しくて、これでも多分これちょっと言っちゃいけないけどね、何人文化の議員の仕事してるわけですよ。
議員の中には部会なんか全然出てこない人いっぱいいますから、あれ参加自由なんで、自由民主党の面白いところで発言自由だし参加も自由なんですよ。やらないやつはほっとくと。それちょっと歳費いただいてるのはどうかと思うけど、しかし教育まで僕が国会議員としてまだ及んでないんですよ、ね、でそれは、まあ、もし2期目に入ったら今までの仕事の上にオンしてでも、今素晴らしい女性の方がおっしゃってくださったのは、もうあなた寝てる暇ないわよと、ね、今まで睡眠不足でももっと不足でもいいのよと、ね、あなたもいい年なんだからいいのよ、もうその通りですよ。だから教育のこれははっきりしてるわけですよ。だから具体的な提案がで全部を入れ替えるのは、憲法も含めて全部入れ替えるっていうのは実はできないから、やれることからやっていく。エネルギーも少しずつ自前資源に変えていけばいいんであって、それを考えたら学校の中で今日多分先生いらしてると思う、僕講演するとお医者様と先生は必ずおいでになるんで、変な実験じゃないです。なぜかこれだけ日本は幕末に至るまでの間に実績持ってるんですから、年齢を盾に収容する教育の意味を世界で知ってるのは日本が一番知ってます。なぜかこれ秩序としてやってたんです。自然発生でやってたんじゃなくて、ハンコも寺子屋もちゃんとした社会秩序の中でやってて、そして東郷平八郎元帥を含めたくさんの人材を生み出したわけですよね。でそのことを考えれば学校の一部でこれを取り入れるってことを、その皆さんに呼びかけると同時に2期目の国会議員の仕事の中に今まで自分が温めてきて現場でトライもしてみた教育改革をやるべきだなと。だからまさしく良いご質問だと思いますし、そういうムチ打ち励ましは本当にいくらでもありがたくいただきます、自分の人生自体はもう子供も育ちましたし、母ちゃん幸せにしてますし、はい、僕としてはもう個人的には別に望むも何もないですから、そういうこう欲がないってことも大事だと思うんで、おっしゃった年齢のことも含めて、まあ人間ドックで毎年なぜか体内年齢32歳三浦真美より若くなっちゃったんですよね、はい、だそれも、まあ、天からいただいたもので、昔お袋にお母さんの母乳のおかげだって言ったら怒られまして、アホ、そんなもん2歳で消えてるわって言われたんですけど、まあでもちっちゃい頃にやっぱ免疫力をつけてもらったっていうのが僕は感謝なんですけど、まあ、そういう強い体に生まれついてるっていうのもなんか仕事しろっていうことだと本当本気で思ってますから。ちなみにいつも今日皆さんお見送りしますけど、今日も必ず体に気をつけてください、ご自愛くださいって言われるんですけど、体に気をつけないです。体に気をつけてたら今の仕事できないです。ご自愛はしません。人のことを愛するのが仕事です。でもなぜかくたばらないですよ、ね、頭もはげないし、なんでか分かんないです。老眼もないんですよ。青山チャラカスはすごい老眼で、で薬いっぱい飲んでますよ。その薬瓶読むのは僕の仕事だから、老眼ないっていうのもだから仕事に支障がないためかなと思うんですよ。天は何でも知ってるんで、いやそんなことないですよ、はい、そういうわけで、良い質問いただきました。五島列島の誇るスーパースター井出口太志、ありがとうございます、はい、終わりたいんですが、どうしても気になる方がいらっしゃって、サンプリエールの秋島さん、ごめんなさい、もう一人だけ質問させてください。はい、今日は長崎県民が何でも決められるんです。気になる人、はい、どうぞ。すいません、ありがとうございます。はい、日本女子、はい、先ほどの憲法改正のことを私は常に懸念していることが、あ、私も6年前投票しました。 ありがとうございます、はい、はい、懸念していることが、うん、被爆国だから3発目が日本に落とされて、うん、世界が日本だから仕方ないよねってならないかって心配してるんですね。ですからそれを防げる力のある憲法を改正をしたいっていうことはずっと思っています。それともう一つ、先生が最近おっしゃってた、はい、富山湾の海洋風力発電がもうゴーサインが出て下請けに中国企業、はい、企業が入っている、そんな日本の湾の海岸線の大事な情報をわざわざお金を渡して
10年後には廃棄物になるようなものに中国を利させる意味がわからない。その富山はもうゴーサインが出たっておっしゃってますけれども、それを撤回することはできるのかっていうことと、最後に青山議員をやはりそういった審議なしでそういったことが決まっていくっておっしゃってましたから、もう青山議員を総理にするしかないって思うんですね。それが可能なのか、可能なのか、どう本当にできるのか、次の6年の納期です。本当にできるのか次の6年の納期としていただきたい。いや、いいんですよ、はい、わかりました。3つ質問があって、まず日本に史上3発目の原子爆弾を落とされても、日本はどうせ被爆国だから世界が気にしないんじゃないかというご質問ですが、それは全く違いますね。これはある程度人間を信じてもらってもいいと思うんですが、長崎広島でどれだけ赤ちゃんからもう動けないような高齢の方までドロドロに溶かされたかっていうのは案外世界で意識されてます。昔のアメリカ、僕が生き始めたアメリカは全然教育しなかったけど、この頃少し特に東部でこういう教育も出てくるようになりました。で、したがって被爆国だからもう一回やられても構わないなんていうのは、まあ、言うとしたらチャイナとロシアと北朝鮮ですが、世界はそんなこと思ってません。で、むしろ、まあ、ここ長崎、そして僕は広島で、広島いわゆる平和教育と違う話を長年してきて、いろんな罵声とか嫌がらせも受けましたけど、長崎でそういう機会はなぜかなかったんですけど、被爆国だからの発言権っていうのは実は格段にあるんで、日本自身が核抑止力を持つことについても実はハードルは低いです。これはNPT って言ってですね、核不拡散条約があるから日本はそこから抜けられないので、日本が自分の核抑止力を持ったりすることはありえないって言われてるけど、それ違います。実際僕は世界を歩いてきて、例えば安倍さんがニュークリアシェアリングっていうことをおっしゃいましたが、僕は反対です。あれ実際やってるドイツ、トルコ、ベルギー、オランダ、みんな知ってますけど、現場も僕言ってますけど、保管庫の鍵はアメリカが持ってるんですよね。それ余計アメリカの言いなりですよ。しかも中に入っている原子爆弾は結構古いもので、本当に抑止力になっているかって僕は疑問です。だから少なくとも日本はいざとなったら国民合意、長崎や広島の被爆者の方々も含めて国民合意ができれば自前の核抑止力を持つことができる、その準備をするというのは実はとっても有効だと思いますし、戦争で核使われたのは日本だけであって、原発の事故があっても全然意味が違いますから、まあ、福島のことを言ってんじゃなくてチェルノブイリのことがあっても、頭上に向こうの市民が戦わざる人々が赤ちゃんまで爆弾を受けたっていう事実は実は日本の発言権につながってるんですよ。被害者であるのは事実ですが、被害者としての発言権をもっともっと意識すべきだと思うし、自由民主党の特に国会議員はタブーを乗り越えて長崎広島でそういう話をすべきだと思ってます。広島でいわゆる平和教育というのは平和につながらないということは議員になってもやってます、はい、そのために、ま、例えば今回の参議院選挙でも僕は実は失う票もたくさんあると思いますけど、そういう問題ではないです。だから第1問がそれ で第2問がん？富山のね、これはねよくご存知でいらっしゃるんですが、実はですね、資源エネルギー庁が日本の海岸線をたくさん指定して、これは政府プロジェクトで事実やるんですよと、その指定から漏れたところの中に富山湾があって、ここをまあはっきり言って、これ公開情報ですから言うと、清水建設がそれを請け負った、だから問題ない国内企業だと言ってったのに、清水建設がいわば孫請けとして実際のこの風力発電の装置などを発注したのは全部中国企業なんです。でこの間資源エネルギー庁を呼んで、この富山湾の問題政府が関わってないからといってこれ許すわけにいかないと、そう NHK は当然いやこれは自治体でやってることですからって言うから、僕は今日、さっき車の中であえてもう時間がないから電話したのは政府の一番上の方と話をして、政府の全体方針として今の洋力発電促進の方針を転換させる、
これおそらくできると思います。で今日話した相手っていうのは、まあ、直接の責任者ですから、あの僕の考え方とほぼ同じでした。そして、だから参院選まで待ってたら間に合わないってことも言って、それが、まあ、その人にとっては新たな情報だから分かりました、じゃあ週明けからすぐやりますということですから、富山も含めて日本全体について、つまり富山湾は富山湾の海の上が変わってしまうと、それは富山県の環境破壊じゃなくて当然北陸沿岸全部につながることですし、で日本の例えば風向きが変わったりします。この風力を強化すると海から来る風が中心ですから、当たり前です、日本海洋国家ですから、日本全体の環境に関わるんで富山だけ切り離すことはさせません。はい。それから3問目、国連の事務総長になったらどうだと。いやいや、はい、これはですね、僕らの国会は毎回違うことを言わなきゃいけないってプレッシャーがあるんで、今まで言わなかったことを1個言うと、国会議員の中から言われるようになりました。でこの間、ちょっと具体的に言わないですけど、ある地方に行ってそこの議員の人がこう演説をして、その後僕は少しミニ講演やるってところだったんですが、演説をした国会議員が僕の目の前を通って自分の席に戻りますよね。で僕の前に来た時に総理になってくださいって言うんですよ。それが複数の人がちょっと驚きました。守る会と守る会じゃない人がいますけど、でそのことは正直僕は予期してないことなんで、こんなぐにゃぐにゃ答えてる場合おまへんな、そんなもんなるようにしかなれへんで、はい、これはもう本当に天がお決めになることですよ。納得してないから、じゃあもう一段踏み込んで言うとね、これから僕は全国比例に出るかもしれないでしょ、出るんですよ。しかし公示前に投票をお誘いするようなこと言っちゃいけません、はい、その信念は変わらない。その上でね、さっき言った通り票の出方によってガラッと変わるっていうのは日本の民主主義なんで、ただ再選されましたじゃ話にならないし、参議院から総理になるっていう前例はない。林芳正さんが派閥の事情で一度挑戦して惨めな結果だったから、河村さんって人柄のいい人を、新官派であっても人柄いいのは事実ですよ。それを覆してまで衆議院に行ったっていうのは参議院じゃ総理になれないからです。だからそれの壁を越えるんだったら、僕は僕個人のこと言ってんじゃなくて、全国見てるのは参議院の全国比例だけですよね。山本さんも長崎から出るけど全国のこと考えてくれてるけど、制度として全国で選ぶのは参議院の全国比例だけなんですよ。衆議院の比例は全部ブロック制ですから、11ブロックの九州でもそうですよね。だから参議院の全国比例は僕のこと言ってんじゃなくて、日本のことを考えるのは仕事なんだから、当然総理の有資格者であって衆議院参議院の区別はそこにはむしろないっていうか、全国比例の方が正しいと思ってるわけですよ。で問題はその時にどれぐらい主権者の支持があるかですよ。ではっきり申して選挙運動はしないので、6月22日にもし公示になったら、まあ、長崎に来れるかどうか正直分かりませんが、とにかく遊説して回ります、6年前と同じように。それでどれだけ票が出るかっていうのは普通は出ないんですよ。そんなのだいたい票って言ってるからほとんど団体が固めていくわけですから、守る会のメンバーでも全然違う業界を派閥から割り当てられて、あるところに行ったらポスターが貼ってあって、この人青山さんのお仲間ですよね、この人その道のプロなんですよねって言われたから、いやーこの間急に割り当てられたんだけどなというのを思ったけど言わなかった、ね、でもそうやって団体で票積み上げていくんですよ。それ一切しないのでどれぐらい票が出るか誰にもわからない。これは民の意思、天の意思です。その結果次第だと思います僕は。はい。その代わりサービスしすぎだけど、もしやるとなったらそれは革命政権ですよ。で中国の革命と逆さまですよ。中国のだ革命って言葉今まで使うなって言ってきたんですよ。私利私欲で前の皇帝殺すわけですから、もっとお前がかさん欲しい、もっと美味しいもの食べたい、だから使うなと言ってきましたが、この間誰にこの話したかというと安倍さんに言ったんです
岸田さんに言うのはむごいからもう辞めた人は安倍さんに、もしも僕がそうなっちゃったらこれ革命政権ですから、革命政権なりのことやりますよ。消費税廃止です、所得税廃止です、法人税廃止ですよ、固定資産税廃止ですよ。アホなと思うでしょ。できるんですよこれは。なぜか必ずお金はデジタル化します。デジタル化したら本当にやったらどうなると思います。一日の決済が、決済って買い物ね、ガム100円で買うことも1億円で大金持ちがお家買うことも全部把握できます、瞬時に。そうするとそこにちっちゃな税金かけるだけってこと分かります。ですね、これ本当は、火の話です。会員制レポートには詳しく書きましたが、それは限定されてるから、ギリギリのところを言うとですね、日本で1日にどれぐらいの取引が行われているかは大体分かってます。それを通貨をデジタルにして全量把握して、その取引に全部税金かかるんですが、例えば1000円のものを買ったとして、そこでいくら税金取られるかというと3円、今の消費税の33分の1ですよね。そうでしょ。消費税だったら100円取られるわけですからね。だから国民に通税感ないです。これでどれぐらい税収があるかというと、仮の計算ですよ、仮の計算ですけど、十分根拠のある計算で年間130兆円です。今国の税収いくらですか。65兆円です。倍です。今国どれぐらいお金使ってますか。令和4年度予算で107兆円です。だから20数兆円移りが来る。これ実は必ずできることです。でもこれは僕安倍さんに、これあと動画でカットするかもしれませんが、安倍さんに申し上げたのは、安倍さん同じ意見なんですよ。同じ意見まで言えるかな、これありえるね、青山さんこれありえるねって、ね、安倍さん本当の経済通ですから、本当の経済通ですよ。意外でしょうが、本読むのすごく早い、社会主義経済もかなり理解されてます。その安倍さんがこれいけるんじゃないかとおっしゃったから、余計に僕は安倍政権ではできませんって言ったんです、はい、ウイングを左伸ばしていって政権を7年8ヶ月持ちこたえた、そういうやり方はできないです。革命政権でしかできない。安倍さんはほとんど答えなかったけど、理解されてると思うんです。じゃあその血で贖った中国の、私利私欲で贖った中国革命と違って、日本はただ票数だけ、ただ票数だけです。それはすごいことだと思う。でもそれ生半可な票じゃダメです。1億票ぐらいじゃないですよ。なんで有権者より多いじゃないか、はい。その辺の数字はさすがに言いませんけれど、人間は技術とともに生きてきたので、これからウクライナ戦争の後一番大事なのは、実は安全保障外交じゃなくて経済です。中国経済がもう破綻してるっていうのがはっきりしてくるんで、余計に経済です。その時に通貨のお金の在り方を変えるっていうのが一番大事です。もう一回言いますが、革命政権になるのはなぜかというと、これ国税庁いらなくなります。だから財務省は絶対総力を挙げて反対するし、青山繁晴がこんなことを公に言ってる以上は、それは亡き者にしようと今も十分思ってらっしゃると思いますが、財務省の中にも実は味方がいます。だから財務省の動きは手に取るように分かります。この今言った件を研究している一つの組織は財務省です。ただし阻むためです、おそらくは。ただやるべきだと思っている若手の財務官僚はいないわけじゃない。皆さんこの話はね、一種の希望の話、楽しい話として動画からカットするかもしれないので、長崎の人としてカットしないかもしれないけど、するかもしれないけど、要するにデジタルっていいイメージないでしょ今。それはデジタル庁がほとんど役に立ってないからです。既得権益守りながらデジタル化だから革命政権じゃないとできないって言ってるんです。本当のデジタルやると破壊されるんです、今までのものが。今だから神山社中が試みたような革命の時代が実は始まりつつあるっていうのが本当のところです。
今日若い人もいらっしゃるけど、若い人たちが働き盛りにもっとね、中年というより働き盛りになる頃には間違いなく通貨はデジタル化してます。世界の通貨は円、ドル、ポンド、ユーロ、人民元、世界の決済に使える通貨は全部デジタル化している。今の人民元のデジタル化はそんなちっちゃな話じゃないです。で、人民元なんてほとんど決済使えないから、使えるドルとかユーロとか円がデジタル化していくと全部覆る。でその時の準備しなきゃいけないです。その時に例えば財務省の中の良心的じゃない人々が国税庁を守る、財務省の絶対優位を守る、こういうことを動かそうとする、それを打ち破る力が必要で、その時にはだからあえて言うと献金もらったりどっかの団体支持受けてたり、じゃあ身動きできないでしょうということです。本当はそこにつながっていることです。今あの究極の質問いただいたんでかなり手の内しゃべっちゃいましたが、まあ、動画に残るかどうかとして全くどうかと思うよ、うん、あ笑ってくれるんですね。まあでもあの素晴らしい質問いただいて、あの今日も長崎に来た回本当にありました。まあ、そもそも昼に美味しいちゃんぽんいただいた時にもう目的達してしまってですね、どうやってモチベーション保とうかと思ってたんですけど、皆さんの目の輝きに支えられました。はい、ふとし君どうぞ。はい、あの30分超える延長になってしまいましたが、あの長くなってしまいまして本当に申し訳ございませんでした。これをもちまして参議院議員全国比例青山繁晴の講演会僕らの国会は終了です。今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお見送りそこでしますので、はい、それではこれから青山繁晴が会場の出入り口で皆様をお見送りいたします。あの合わせて自民党への入党申込書も配布いたしますので、もしよかったらあのご検討されてください。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、日本女子何してもよし。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、日本女子何してもよし。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、日本女子何してもよし。はい、最前列熱心に聞いていただきました。ありがとうございます。はい、チェックアフランク。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ライハルね。はい、いや、ライハルの統一地方選挙です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、あ、受け付けしてくれた。 ありがとうございます。あんまり力になりませんでしたか。いや、なんかない。自分で作ったあかりちゃんに何ちゅうこと言うんや。はい、ゆきちゃん。はい、奥様ありがとうございます、はい、そんな嫌がらんとよろしい。はい、はい、千里さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日はい、もうちょっと出てください。